当は、中国の王朝である、李縁が隋を滅ぼして建国した。7世紀の最盛期には、中央アジアの砂漠地帯も支配する大帝国で、中央アジアや東南アジア、北東アジア諸国に、生成文化などの面で多大な影響を与えた、世界帝国である。日本の場合は、最も有名なのが遣唐使の派遣で、894年に、 菅原道真の意見で、その会の検討士を中止し、それ以降派遣しなくなるまでは、積極的な交流をしていた。首都は、長安に置かれた。690年に、東王朝は廃されて、武州王朝が建てられたが、705年に、武足天が失脚して、唐が復活したことにより、この時代も、唐の歴史に含めて除述することが通例である。日本では、 唐の滅亡語も唐、唐度の語はそれ以降の王朝、さらには外国全般を漠然と指す語として用いられた。しかし、天竺同様昔の故障のため、正確に対応するわけではない。詳しくは中国を参照のこと。国語の唐は三世省を中心とする地域の古い呼び名で、この地域には古代には行が建てたと言われる伝説上の王朝、唐。 唐があったとされる。また、周の時代には、炉の周公丹が討伐して、滅ぼした、唐や武王の子、唐宿を恐れが立てた、進むの別称としての唐とは別に、春秋時代に、今の湖北省の一部に、唐を国号とする小国があったことが知られ、くれ、再と名役を結ぶも、紀元前505年に、諏訪江と旗によって滅ぼされた。本校の唐の滅亡後、 五代十国時代には、リアリ継への高等、十国の一つ南東などが、党の後継者を自任して、党を国号としたこともあった。高等王家は、進化の主者石心が、功績によって、理性を、東王朝から賜った家であり、南東王家は、東の剣奏の蜂を、剣王立とむの子孫を称したが、いずれも東王朝李氏の直系とは言えない。 東王朝の李縁が出た李氏は、隋の提出と同じ向川鎮軍閥の出身で、北義、北州以来の八柱国、十二将軍と称される、千匹駅族のうち、八柱国の一家として、隋によって、東国公の爵位を与えられていた。後に、隋から禅城を受けて、新朝を建てるという液性革命の手続きを踏んだ。際に、この爵位にちなんで、東を国防とする。 公式の歴史、旧当女新当女によれば、李氏は、リミミの子孫と称し、党で編まれた、新女で、特筆対処されている聖寮の初代王、漢族李公をその演祖としている。北州において戦費への復古政策が行われた時に、李氏は北州より王のという聖を与えられ、一時的に、この聖を名乗ることになる。しかし、南宋の儒学者主記は、李氏が、 遺的の出身であると述べている。それに、当利子の系譜については、この、清涼の利子とは繋がっておらず、当利子は、戦費系であるとの見解が、戦時中に、日本の宮崎一貞によって出され、以後日本学会ではこの考え方が定説となっており、布目牛を、加藤通る、洋海宮脇純子、岡田秀弘、佐藤聡水、池田厚 稲畑孝一郎、渡辺義弘、田中秀道、桂古蘭、越野明、塚本青文、村山秀太郎、古田博宇山拓江、島崎進、伊達宗義、梅原武史、孝文雄、斎藤茂雄などが、先辟説を支持している。森安隆尾は、東欧、卓抜国家とみなす学説は、日本の学会、さらに、中国や欧米の学会では、 どの程度認知されているのかという質問に対して、党の王族、李氏が、卓抜出身であることを認めないものは、もはや世界中のどこにもいませんと回答している。一方、中国学会では、知人格が、東大政治史、述論校において、戦費系の赤狼集団に属する長軍の李氏が、党長の羊であることを論証し、やはり定説となった。 近年の中国では、宮崎指定説を、日本軍の中国支配のために持ち出された論説である、と見る向きもあるが、主流をなす見解ではない。また、中華民国の学者、楊美元の、北朝古西港では党を、トゥルク傾向者を羊に持つ、大軍理士とする見解を示している。そして、少なくとも、当朝の構祖体操、 高僧三代の母はすべて先碧系の異民族である。例えば、当朝の名神として名高い朝尊向きは、先碧の宅抜出身であり、その妹が、大層の皇后であり、高僧の母である。唐の歴史は三百年にわたり、非常に長く、また、唐代の間の社会変動も大きい。そこで、ここでは、唐の歴史を、さらに初頭、政党、中東、 万党の四期に細分して通関する。当七世紀初頭の中国は随が統一国家を実現していたが、第二代、陽代の内政上の失政と外政の失敗のために、各地に反乱が起き、大混乱に陥った。この時、陽代のいとこであり、大元留守であった李縁は、義塗元年に挙兵、陽代の留守中のと、大工場を陥落させると、妖代を大乗皇帝に祭り上げて、 そのソニアスシテイユウを九月の皇帝に立て、隋の中央を掌握した。翌隋ギネイ二年、唐武則元年に、江南にいた陽帝が殺害され、リエンは、協廷から禅状を受けて即位、唐を建国した。建国の時点では、依然として、中国の各地に隋末に挙兵した軍友が多く、残っていたが、それを、リエンの自知り生民が打ち滅ぼしていった。 勲校を建てた、李生民は、626年にクーデターを起こすと、李縁の長男で皇太子の李建成を殺害し、実権を握った。李縁は、その後退位して、李生民が、第二代の皇帝となる。李生民は、北方の強国特決を下して、モンゴル高原を、日々支配下に置き、北族から、天下岩、すなわち、天帝の号を送られた。また内事においては、 三世六部、最小の制度が確立され、その政治は、上岸の地として名高い。その地勢について書かれたものが、上岸西洋であり、日本や朝鮮でまで帝王学の教科書として、多く読まれた。不足天等の基礎を据えた、李世民の地勢の後、第三代、高層の時代に、隋以来の懸案であった高句理性伐が成功し、国政は、最初の絶頂期を迎える。 しかし、高層個人は政治への意欲が薄く、やがて、武功とその一族の武氏による戦王が始まった。夫に代わって、先権を握った武則天は、高層の死後、実施を傀儡天使として、相次いで開敗した後、690年の三脱により、国号を衆と改めた。中国史上最初で最後の女帝であった武則天は、 国理を使って、恐怖政治を行う一方、新興富裕階層を取り込むため土地の平丼に許可を、与え反石の調査を緩めたが、農民の調査や温電の増加が進行して、社会不安と、税収減及び近電性のほころびを招いた。不足点が、老教に入って、床にあることが多くなると権威は衰え、新流元年、最小、長官氏に退位を迫られた。こうして、 武足天が退位させた息子の中曹が再び定位に着き、週は一代十五年で滅亡した。しかし今度は、中曹の皇后医師が中曹を毒殺した。以降は、その後即位した、正味門を区別とした後三脱を拡作したが、中曹の老い隆起と武足天の娘太平公主の放棄により破れた。以降は、矢から殺され、武足天が廃位させた。 李隆旗の父、英宗が再び定位につき、李隆旗はこの項により、地位を皇太子に進められた。その後、今度は、李隆旗と太平公主による争いが起こる。二人の行動の性をとって7世紀後半から8世紀前半に、かけて皇宮から発生した、青乱を、V のかと呼ぶ。元宗8世紀前半の当712年、李隆旗は栄宗から上位され即位した。 翌年、太平公主を処刑した。元祖の知性の前半は、開厳の地と謳われ、党の絶頂期となる。この時期、党の厳し支配と、作法政策は、中央アジアにまで及んだが、751年に、トランスオクシアナの支配権をめぐって、アッパース朝との間に起こった、タラスカ藩の戦いに敗れた。元宋は、長い知性の後半には、 ヤギヒを溺愛して政治への意欲を失い、最小のリリンポ、追溺ヒの一族、ヨークニタダの戦争を許した。ヨークニタダは、元僧とヤギヒに長愛されていた、節度氏の安禄山と対立し、危険を感じた、安禄山は755年に反乱を起こした。節度氏は、元僧の時代に増加した感触で、辺境に駐留する。 藩士に、軍事指揮権と一部の行政権を与える制度である。北方三州の節度史を兼ね大軍を握っていた、安禄山は立ち待ち、河北を石鹸し、洛陽を陥落させ大燕皇帝と称した。都の長安を占領され、玄僧は蜀に逃亡その途中で、反乱の原因を作ったとして、八木人、洋国忠は中殺された。失意の玄僧は上位し、 皇太子が祝葬として即位した。唐は、名将、各市議らの活躍や開骨の援軍によって、763年に、乱を閉定した。9年に及んだ反乱は、安禄山と、その死後乱を主導した配下の死氏名の名を取って、安氏の乱と呼ばれる。安氏の乱によって、唐の国威は大きく傷ついた。以降、唐は、次第に傾いていく。 軍事力増強のために藩鎮を増やした結果、内地の節度史も増加した。各地に節度史が置かれた状態は、後の五代十国時代まで続いた。安史の乱により疲弊した党は、中央、アジアのみならず、災域も保持することが難しくなり、国境は次第に縮小して、世界帝国たる力を失っていった。これに対し、中高の祖と謳われた剣奏は、 中央の金軍を強化することで中央の命令に、副さない、節度師を討伐し、潮位を回復させた。しかしその後、不老長寿の薬と言われた短者をはじめ、怪しげな戦略を常用するようになると、精神に不安定をきたして、肝官をしばしば殺害したため、恐れた肝官,官により殺された。孫の文僧は権力を握った肝官,官を中殺しようと、 官路の変と呼ばれる策略を練ったが失敗し、かえって宦官の戦争を招いた。また、文学においてはそれまで順調な発展を遂げていた、投資に、ブレーキがかかる時代でもある。特に安史の乱以後に徐々にその兆しが現れ始める。文章の弟の武装は、廃物運動を進めた。当時、脱税目的で創石を取る者が多かったため、 実体の内装を減存させ財政改善を図った。この時期、牛僧樹党派と、李徳湯党派の清掃が激しくなり、これは、牛李の闘争と呼ばれる。この頃から、859年の毛頃も、はじめの乱、868年の方の乱に、代表される、行政の改善を要求する武装闘争が各地で、起きた。874年頃から、 高宗の乱が起きる。この乱は全国に波及。高宗は、長安を陥落させると、生を立て、皇帝周囲を宣言した。しかし、高宗軍の構成員は、多くが、貧民でで政務を執行できず、略奪を繰り返して、悪を買った挙句に、長安を去った。この時、高宗の部下だった、主圧氏は高宗を見限り、党に帰参した。 主圧氏は党から禅宙の名前を賜り、以後、主禅宙と名乗る。この頃になると、党長の支配地域は主に首都、長安から比較的、近い関東地域一帯にまで縮小し、藩鎮からの税収も多くが滞っていった。河南地方の藩主となった、主禅宙は、党の朝廷を本拠の開封に移して、党の権威を借りて、勢力を拡大した。907年、 主前中は相手より前情を受けて、公領を開き、党は滅亡する。しかし、党の滅んだ時点で、主前中の勢力は、河南を中心に、河北の半分を占めるに過ぎず、各地には、節度市から自立した、軍国が立っていた。公領はこれらを制圧して、中国を再統一する力を持たず、中国は五代十国の分裂時代に入る。党の滅亡により、 中国は東アジア文明をリードする力を失い、タンや日本など、唐の文化の影響を受けた周辺の諸国は独自の発展をしていくこととなった。平成については、税制、平成の節を参照。律令は、精神で作られた第四律令以来、何度か改変が重ねられ、隋の文定により、海洋律令が編算されていた。唐はそれを受け継いで、 何度か修正を加えつつ運用していた。律は、刑法、令は、行政法であり、これを補足するものとして格式がある。律令に該当しない事例を処理するための省直のうち、法として新たに加わるものが格で、式は律令を運用する上での最速である。公述する参照六部、区本性、近伝性、不平性などは例によって規定され、このような律令を、 中心の柱として成り立つ国家体制を律令制と呼ぶ。党の律令は何度か変更され、元僧の737年にほぼ完成を見る。この律令を改元25年立令と呼んでおり、後世に律令のお手本とされた。律令が現実の社会状況と合致しない場合、それに代わって省直と核が主要な役割を果たしたとされる。 安氏の乱以後は、党全体の社会状態が大きく変わり、より格式が多様されるに至る。当代は、南北朝時代からの風潮を引き継いで、検問貴族が強い影響力を保持していた。皇室の李氏を含め、党の支配者層を形成したこれらの集団は、いずれも多くが、赤老の地域を基盤とした貴族集団であり、この集団のことを赤老集団と呼ぶ。 石は、漢中、牢は、現在の冠縮小東部のことである。石牢貴族は、戦費系北朝貴族であり、この他には主に漢族の流れを汲む三島貴族、南朝の流れを汲む南朝貴族がある。家門の価格という考え方は、紀神南北朝時代を通して維持され、党が建国された後でも長い歴史を持ち最高の名門とされる、 三等貴族は影響力には乏しいが価格は依然として高かった。価格が高い家と婚姻関係を結び自らの価格を上げることが広く行われたが、この場合は下の価格のものが上の価格のものに莫大な結納金を積むのが常であった。大操は皇室と外籍の権威を高めるべく貴族を格付けした士族氏の編纂を命じたが、 三党貴族の家門が第一党皇室の李氏が第三党だったため、党の完成に基づき皇室の李氏や親族を第一党第二党とするよう命じた。同じく不足店も自らの武士を李氏に次ぐ第二党とした。これは価格が当時の人にとって大きな意味を持っていたことを示している。貴族は政治への影響力の源泉として、 小直の審議を司る、文科省と官僚の任免賞罰などを司る、省処理部を握っていた。行為の官僚には、会期の免除、刑罰を金銭であがなえるなどの特権が与えられ、また仕影と呼ばれる親の官品に応じて、子が任官できる制度があった。党の政治は概ね貴族により運営されていた。一方、隋から受け継いだ下挙も実施されていたものの、 仕掛けによって与えられる地位よりも低い位置で、任官するのが常であった。例えば最高位である一品間の子は、正七品上に任官できるが、家去では最高でも、小八品上である。さらに前述の通り、小処理部は、貴族の意向が働いており、家去出身者は礼遇された。不足点は、赤老貴族の出身ではあったが主流には遠く。 女性の身で権力を握るということへの反発もあり、赤老貴族の反感を買っていた。そこで、不足点は家境を通過する、信仰富裕層を積極的に引き上げ、権力の安泰を図った。しかし、不足点の時代は、信仰富裕層を厚遇するあまり、大事主による土地の平丼が横行し、農民が電磁を失って、小作となる事例や逃亡して、土偽となる事例が、 蔓延また同じく当初依頼厳格に行われてきた反石の調査を甘くして、簡易の低い新興浮遊階級による土地の平丼や土費を囲い込みに便宜を図ったために、恩殿や脱税が横行、幻想時代に税制改正が行われる原因となった。中期以降の党では、基本的には上位の官職につけない状態ではあったが、下京出身者が、 徐々に寛解に進出する。また、貴族出身にも、家境を受験する者が増える。律令成果の完成は、賛成六部を頂点とする。中書省が、省直の起草、文科省が、その審議を行い、小書省が、配下の六部を通して、省直を実行する。文科省の長官は、自中、中書省の長官は、中書令、小書省の長官は、 小書霊と呼ばれるが、小書霊は、巫女時代の体操が務めていた時期があったため、党を通じて、欠員とされ、副長官の僕やが、実質上の長官であった。6名の長官が、最小職とされ、重要政策は、最小の合議によって決定され、最小の会議場は、政治堂と呼ばれた。しかし次第に、皇帝の代理人である、中書令の権力が強くなり、 実験を振るうことになる。完成の最高位である最小には、自中、中書令、少書左僕や、少書右僕やが認じられ、他の感触にあるものに、同中書門下三品という仮感を与えて最小に、認じることがあった。同中書門下三品は、後に、同中書門下閉賞時と名称を変え、最小を意味するようになった。少六部の下には、 官大以来の実務機関である宮司、五官があり、書務を担当した。また三省とは別に宮中の文書を扱う秘書省皇帝の移植などを取り扱う殿中省皇宮の管理を行う内志省があり、合わせて六省と呼ばれる。他に観察機関として御師代があり、官僚たちの観察を行った。これらの部署に配置される官僚たちは、 小一品から十九本化までの一品から四品は、正、十に分けられ、五品から九本までは、正、十、上下に分けられた計三十回くらいに分けられている。この九本以上までが、流内館と呼ばれ、それ以外は、流外館と呼ばれた。流内館の分部の各品階ごとに実務が伴わない官名が、定まっており、分散館部散館と呼ばれた。また、 五品以上は最小の推薦による直任官で六品以下がリブに任じられた認証官であった。また中央にいる教官と地方の外官にも分けられた。実務を伴う官名は式次官と呼ばれた。特権として九本以上の流内官は本人の効果が免除され五品以上は同居親族の効果が免除の上官人営業伝の給付。 参官に応じて、影や、秀子という子孫が、官人になる資格を与えられた。官人になるためには、皇帝、皇后の親族であることや影の対象とあること、または、下去合格した上で、リブで行われる戦線という御事とか規範の試験に合格する必要があった。流外官から、戦線だけで官人になることもあった。留内官になることは、入りと呼ばれた。 しかし、流内官には清し、の区別があり、皇帝、皇后の親族や影の対象者、家居合格者は、神官であったが、流外官から選ばれた者は、俗官にしかなれなかった。8世紀中央以降、旧来の官性に、ほころびが見られる状態に対応するため新たな、官性が敷かれた。主なものに、州の観察を行う観察士、 戸辺の事務処理量が膨大となったため戸辺から独立させた国家財政を司るタクシー氏、物資の運送を司る天運氏、塩鉄専売を司る塩鉄氏などがあり、それまでの例によって定められた役職を上回る職権を持つ職もある。このうち官林学士などの両下官を使い職というタクシー氏は元来財政を担当した 戸部少書を上回る権限を持ち、塩鉄氏はその財政上の重要さから最小に、準ずる職となる。法王年間以降は、常に塩鉄氏が、天運氏を兼ね、高等に至ると託しし、塩鉄氏、戸部少書が一本化されて三種となった。またそれまで中書省の中書どねりが行っていた、小直の寄礎のうち、朝廷ではなく皇室の発するものは元奏が設置した。 管理学士が行うこととなった。管理学士は、官官と並んで、大きな権限を持つことになる。律令において、両選制度が取られ、人は、夫と先人に分けられていた。先人は、独立した戸籍を持たず、官先人と、私先人に分けられ、それぞれ細かく身分を分けられていた。夫と先人、もしくは、先人の一種身分同士で刑罰が異なり、身分が、 上が下に犯した場合は、通常より、罪が軽くなり、下が上を犯した場合は重くなった。感染人は、重罪人とその親族が籍没された者や、戦争捕虜とその子孫が中心であった。私先人は、没落者とその親族、人身売買された者、強奪された者、感染人が引き渡された者、親が私先人だった者が中心だった。 夫と先人の間の結婚は禁じられ、夫と私先人の女性との間に生まれた子はその夫が認めなければ私先人のままであった。ただし私先人でも主人が勝手に殺すことは禁じられ、税や兵役の負担は免れることができ、金銭で私先人の間における身分を上昇することができた。主人が私。 先人を夫にすることは許されていた。また、感先人は、斜面を受けることで、次第に身分が上げられ、夫となることができた。この時代では、先人を夫として解放するのは、大きな前行とされていた。身分についても、生来の出自により、完全に固定されたものとしては認識されているものでは、なかった。どの中では、尊卑徴用性が取られており、 人における世代の上下と年齢の上下を勘案した上で上が下を犯した場合は軽く下が上を犯した場合は重くなるように刑罰が定められていた当は全国を十の道に分け後の幻想期に十五に分けた道は観察など広域行政のための谷であり実際の姿勢を担うのは死死を長とする州軍とその下の県令を長とする県である州は 全国で約350あり、県は全国でおよそ1550であった。県の下に4、家を持って、隣、5、隣を持って、保とする林保制と100個をまとめて一里とし、五里を一、強とする強利制がある。一つの里にはその里の所持に責任を持つ利制という、合約が里の中から選ばれ、徴税、犯罪の取り締まりなどに当たった。 安氏の乱語は多くの藩鎮が地方に置かれた。また国内には領土の統治のために連絡用の駅伝が三十里ごとに置かれ、有事に備えた。東大は歴代王朝の中でも五冠、民ほどではないが、冠岸悪の顕著な時代とされている。東において最初に県政を振るった冠岸は幻想時代の高力士である。高力士は、 元奏の絶大な信頼を受け、リリンポなどは高力士と結んで行為に上ったと言われる。高力士自身は、全身が元奏への忠誠心のような人物であったが、あまり表に出ることはなく、陰で県政を振るう傾向が強く、当末の宦官権力の一点形となった。安氏の乱後、縮奏擁立に功績を上げ宦官発の最小となった、リ保国、大イのもで、 表記将軍となったほど元ぶりなどを経て、新作軍を要した、魚長音の台頭の以後、観覧の存在は、投稿室の中で、大きな位置を占める。新作軍は、当の地方軍の一つだったが、魚長音の行動により、皇帝死に得軍とされ、以後代々の長官には、観覧が任命され、観覧の権力の拠り所となった。観覧の戦王に対して、皇帝の側にも、 寒寒を排除する動きが出てくる。剣僧の孫の文僧は寒寒に不快感を抱いており、それを察した官僚理沙氏定中は寒寒殺害の策を練り、835年に寒路が降るという随調があったという偽りを報告し、これを口実として寒寒を集めて一気に殺害する計画を立てた。 しかし、内部の不一致から計画は失敗し、リサトシラは殺される。これを、関路の変と呼ぶ。こうして、皇帝と関岸勢力の対立が表面化したこともあったが、関岸は、基本的に皇帝と不可分の存在であった。関岸の権力の源泉は皇帝であり、皇帝なくして関岸はあり得なかった。旧種吉が残した言葉はこのことを如実に示している。 また前述の皇帝側からの宦官に対する行動は、あくまで宦官の戦争の抑制を目的としており、宦官制度自体は当代を通じてありされた。宦官側、皇帝側、双方からの必要性ゆえに宦官という存在があり得た。県政を振るった宦官も当末に、主前中、利活用らが争い合い、皇帝が名目的な存在になって、以降は、 当然に勢力を失った。最終的に観官,官は902年、主前中の力を借りた。昇集により全滅させられるが、その2年後に、昇集は、主前中により殺され、さらにその3年後に、党は、主前中へ全城し完全に滅亡する。東代の単位については、以下の通り、一世イコール約522.15平米。 10とイコール1国イコール59.4リットル10尺イコール1乗イコール3.11メートル1両イコール42.5から40グラム等の税制は北州以来の禁電性素養調整であり平成は不平成であるこの両制度は相互不可分な制度である禁電性は全国の日の遠と一人につき 営業殿が二十世まで認められ、区分殿が割り当て可能な範囲で八十世まで支給される。また、官職にあるものは、職分殿が与えられる。その他にも、低男がいないと、商工業者、僧侶、同志などの特別な都に対してもそれぞれ支給料が決められている。伝事に対して、祖用帳と呼ばれる税を納める義務を負う。祖は、俗二国、蝶は絹二条と、 面3両を納める。年間20日の労役の義務があり、免除してもらう税は、用と呼ばれ、労役1日に対し金ぬ3尺あるいは布の3.75尺を、納める。不平成はこれらの戸籍に基づいて3年に一度、低男に対して、徴兵の義務を負わせた。近伝不正、不平成の、両制度の実施には、戸籍が必要不可欠であるが、 不足天気になると解禁された、王子主による憲兵や氷菓子によって急迫した、農民が土地を捨てて逃亡する事例が急増し、また事前通告なしでの土地の売買を解禁したため、戸籍の正確な把握が困難になった。また、河北地域では秋港の定着による2年散策方式が、確立され、農作業の通年化、集約化及びそれらを基盤とした。 生産力の増大が進展したことによって、期間中は農作業が困難となる兵役に対する農民の負担感が増大していった。かくして、近錬、素養調整と不平成は破綻をきたし、変わる、税制、平成が必要となる。辺境において実施された、半賃、母平成は、不平成は、徴兵により、兵役につかせたのに対して、 徴収した土地の租税の一部をもとに兵士を雇い入れる制度である。710年に安在4賃を置いたのをはじめとして719年までに10の藩賃を設置している。当初は辺境地域にしか置かれていない。しかし安市の乱後は内地にも藩賃が置かれた。地方の藩賃は党に対する税の効能は行っていたものの徐々に自立色を深めていき。 最終的には反沈により党は滅ぼされることになる。780年に施行された新しい税制は、それまで資産に関わらずに定額を課税していたものを、財産に応じた額に改めたものである。夏と秋の年に回徴収するので、両税法と呼ばれる。夏に納めるのは麦であり、秋に納めるのは泡と稲である。税額は一定せず、その年に使われる。 年間予算をもとに税額を各地に割り当てた。かつて、安六山軍から投降した三人の武将に授けた、節度死職をもととする、重則軍、炉竜軍、天根竜軍の三つの藩鎮は、特に藩中央の傾向が強く、節度死の地位を世襲化し中央に納税しなかった。この三つを河いた地三鎮と呼んでいる。剣奏は藩鎮を抑制するため、 反抗的な反鎮に対して討伐を加えた。反鎮では多くの騒乱が発生したが朝廷反旗を翻した例はわずかで、大部分は不満を持った強兵勇産将と呼ばれる兵士、歌士官が上司たる、節度師を追放する目的で行われた。このような兵乱の代表が、郝全体の乱である。 平乱はあくまで自分たちの利権を守るのために背いた、だけで、ほとんどは党政府に妥協し、大規模なものになる前に鎮圧された。しかし、占与などの税収以上の民衆からの収奪を行う、節度使と、占与のさらなる健常を奨励する党政府のため、民衆の生活は困窮するばかりであった。そのため、けごろも、初めの乱という民乱が起きたが、地主、 大商人層が党政府についたために鎮圧された。また、法の乱は初めは平乱として始まったが、後に多数の農民が参加して民乱と化した。最終的には法の乱は地主大商人層が離反したため敗北する。法の乱は構想の乱の前段階といえ、構想の乱は初めから民乱として出発する。 安氏の乱以後の党の財政は苦しくなり、その打破のために758年に塩と鉄の専売倍制を実施した。専売倍の統括をする役職が塩鉄市である。塩の産地には製造業者を集める順位という機関が置かれ、ここで登録を受け、できた塩は登録された。炎症人により外部へ塩が流出しないように監視された。 専売制によってかけられる税は莫大で、使用にかかる税額の大きさは、専売制実施前が1都が10銭であったのが、実施後には110銭になるというほどであった。しかもこれ以後財政が悪化すると、その都度値上げされている。また、生産者の自由も制約されるようになると、生園従事者の勤労意欲も減退して、品質の低下につながった。生活に、 不可欠な塩に対して、このような価格をつけることに不満を持った、人々により塩の密売が当然行われ、政府は取締りを行って摘発者には、死刑などの厳しい処分を下したが、密売人側の次第に武力を持った組織だったものになっていった。構想はこの集団の中から登場して、万党を揺るがし、党に致命傷を与えることになる。過去は、試験によって、 人材を選抜する制度であるが、合格には長期間勉強に集中できる環境が必要であり、また、書物の購入費用などもかなりの額になることから合格には、それなりの財産が必要であった。貴族が家境を軽視していた時代に家境を受けたのは、財産を積み上げてきた、信仰地主層で、これらの家境合格者たちは、無周期を境に、寛解へ進出し始め、 官僚としての特権を利用して財産を積み上げ、豪商、不能と呼べる存在が現れる。また、商業全体も活発化した。容体によって作られた大運河も流通の柱として大きな活躍をし、その重要さから政治都市、長安より大運河沿いの商業都市、開封が中国の中心都市の地位を奪うことになる。 社会の変化に対応できない貴族層や信仰富裕層は没落し、東大の勢い家は平均3から6代程度と短い。貴族の影響力の画像であった文科省はその実質を失い、中所省に吸収されて中所文科と呼ばれるようになる。次第に貴族層も過去を受けるようになるが、五代十国時代の戦乱の中で中国史における貴族は消滅する。 新興地主層は、北層大の形成度につながり、この層が、下挙官僚を生み出すことで、次第武装の形成へとつながる。唐の都である長安と福都である洛陽などの大都市は、町を街路で、五番目上に区切る、情報性が取られていた。街路で四方を区切られた場所を、坊都市、約三メートルほどの高さの土塀で、街路沿い四方を区切り、土塀には、大きな棒で、 道が、東西一素地、南北一素地で4門、小さな棒で、東西一素地で2門がつけられ、門から街路に出ることで、他の棒に行くことができる。棒門は、棒の責任者である防政が鍵を管理し、日の出前に開けられ、日没と共に門を閉めた。有力者や、寺院などは直接、街路へ向けて、門をつけることを許されていた。これは、防政と呼ばれる。 某の責任者は、某政と理性がいた。某政は、某全体の責任者として、某門を管理し、治安を維持する役目があった。また、某の中にある百個ごとに理性が任命され、個数の把握や、不益の催促、犯罪の調査を行った。治安より財政が重視されたため、某政より理性が重んじられた。某門以外に門をつける特権を持つ者が、 あまりに増え、中東には、街路の門戸が、問題になったが門が減少することはなく、街路の一部を占有する、侵害と呼ばれる事態が増加した。商工業の発展とともに、防政は、その機能を弱めていった。市政各都市に政府が管理する商店や行商が、集まる市があり、長安に東西二つの市、落陽に、南北西、三市が存在していた。 この市は政府から決められた市政により管理された。市政では市は早朝から日没まで開けられ、小取引は正午の鼓の合図から日没より前に終わる制度となっていた。長安に存在していた東西の市は周囲を約 1km 四方の土壁に囲まれた坊と呼ばれる区画を一つずつ占拠していた。市のある坊は道路が十字の形をしていた。 他の坊と違い、市では、道が、東西、南北に二筋ずつあり、道が、命の形をしていた。市の中心部には、政府の太藤に属する、司所と平準書があった。司所では、小取引や、市の門の鍵を管理し、平準書は、政府の物資を売買し、物価を調整する役割があった。地方都市にある市も司所がなければ、 小取引はできず、毎年8月に商品の検査がなされた。市所は、市席に登録された商人と職人も管理し、この戸籍をもとに土税や要約がかけられた。市には、他の土地から行商も来て、市席に乗る土地の座礁を通じて商売を行った。市屋保と呼ばれる商店も区画が、港ごとに定められた。市で売買される商品は、 価格表示も義務付けられていた。また、貿易を行っている都市では、司令、しススむが貿易を管理した。政府の商工政策はかなり管理的なものであった。政府の目的は、市場価格を一定させ、特定の商人が、商取引を独占し、売買を強制することを取り締まり、一般商人を保護し、商取引が円滑に行うことを意図していたとされる。 市ではない某でも店舗は存在し、小取引は行われ、行に属しない特殊な商品を扱う商人や、冷裁な行商や飲食店が多かった。そこでは、夜店も運営できた。安市の乱後、時代が進むにつれ、店が、城内に広がり、市の営業時間は守られなくなり、市政は、次第に有名無実化した。東大中期以降は、都市以外にも、 水陸の交通の要衝である城外や港の近くなど、行商の往来が激しい地域に、自然発生的に草市という市が生まれた。草市は、水運が発達した港南地方を中心に広がった。量税法が制定され、農家も洗脳が義務付けられたことや、茶などの商品作物の存在によって、商品経済は農村にまで広がり、 農村公益も一般化していったため、草市は定着していった。政府は賃を設けて管理した。草市は発展し、集権の所在地までになることもあった。東大末期には、某の壁は破られ、行の管理も緩んでいき、姿勢は機能しなくなっていった。行東大の市では、市屋保と呼ばれる商店は、扱う商品の種類ごとに商売を行う区画を決められ、 行という同業組合の組織に組み込まれた。行は、長安だけで220行存在していた。行に属する商人は、公人と呼ばれ、責任者である行党を通じて、司書の管理を受けた。行党は、公人の検察を行い、隠した場合は重罰を受けた。行は、肉業、鉄業、太し業、はかり行き、絹行金銀行、銀行、薬行 知りがい靴つ行などが存在し、米や絹の行は、幾種類も存在し、商業の専門家は、進んでいた。行は、社友の構成を成していることもあり、宗教活動もいった。行は、国家の管理を受け、平準書の乾物売買や、物価調整に協力をしながらも、自治的な同業組合としての共同的な行為も、同時に行った。東大中期には、姿勢がスタ 業に対する政府管理は緩くなり、業の機能は、同業商店街から、同業商人組合というギルドに似た意味に変化した。そのため、業も、また、都税の徴税対象となった。業の独占も、商業の競争が進む中で次第に崩れていった。交通制度と旅交通については、すでに整備されていた地道を利用し、さらなる補修拡張を行った。そのため、 長安を中心とした各地方につながる道路、水路が整備されていった。道路には30里ごとに液炭が置かれ、公文書を運ぶ政府の使者や地方へ赴任し、帰ってくる官僚が利用した。液炭の近くには、往々において民間の宿が存在した。宿の名称の最後には、駅、館、店とつくことが多かった。 当然度には1639もの液炭が存在し、水液が260、水陸液が86カ所設置されていた。液炭を利用できる政府関係者は、食料、運送、宿泊が無料であった。また、道路のゴリごとに、里角柱という標識が置かれ、重里ごとに別の標識を立てられた。幹線道路沿いには、 多数の店舗が立ち並び、交通は大いに発達した。当時の貴族や官僚は、外出には車を使わず、馬に乗り、喫車に乗るのは、女性が多かった。喫車はまた、運送に利用された。随代からの駅伝制度を発達させ、液炭は整備され、役人の宿泊や馬の確保に使われた。一等の駅は、馬75頭が置かれていた。 官制度によって、水陸の要所に、赤書が置かれ、旅人や荷を見分して、商人から税を徴収した。また、商業のための往来するために、商人は、箇所という通行証明書を、中央では、小書省地方では、州で発行してもらい、所持する必要があった。紛失した場合、審査の上で再発行となった。 箇所に許された経路を通れば遠距離でも行くことができたが不正に通関しようとした者は罰を受けた。また安氏の乱以降は人の動きが活発化して半鎮の州や県で抗原という通行証明書も発行された。東大の石地制度は不駅逃れや誘拐、外敵の潜入を防ぐために厳格であった。東大後半には軍事伝達が あまりに頻繁となり、液炭が増大して、液電精度は崩れていった。大運河の開通後、水路の重要性が大いに増した。水運や造船の発達により、大規模な輸送が可能になり、運河の度重なる改善も合わさって、大量の食料が運搬され、長安の食料不足が解消した。海運もまた、造船技術の向上により発達していった。 幹線道路沿いは民家や商店が多く民間の旅人でも食料に不足はしなかった民営の旅者や激旅と呼ばれる旅館も多数存在した9世紀の東大を旅行した縁人の日東具法巡礼行記によると縁人は長期間の旅行をほとんど危険もなく行っている宿屋は新宮寺山で自炊が原則であった相部屋が多くその時は 寝床だけを借りることになる。寝床は大きいのを床、小さいのを指示といった。使用しない時は寝床は壁に立てていたが、宿では常時設置していたところもあった。食店という食堂を兼ねた宿も存在したが、安宿は自炊が一般的で飯だけはつける宿もあった。旅行は遠距離のものが多く、長期間にわたるため馬車や馬、ロバ、 ラクダで荷を運ぶことが多かった。相部屋には、炉があり、部屋で煮炊きを行い、外から、食料や酒も持参できた。宿屋の中に馬小屋があることもあった。宿は貸し切りもあり、小房という個室もある宿も存在した。農業統政府は、協理性を敷いて、村落の自治に委ねた。里は五百戸個、里は百戸個までの単位で、運営のために理性が置かれ、 隋代に存在した、剛忠氏は廃止した。里の下に林保が置かれ、五の塀ごとに、補長が一人置かれた。山村は村、都市の区画は、坊と呼ばれ、村政、坊政が置かれ、理政と同格とした。理政は、里内の代表者で、正式な役人ではなく、官僚に指揮された処理と、農民の間をつなぐ役割であった。理政は、 素養調が免除され、農業奨励、徴税、治安の維持、戸籍のもととなる手術の作成などに従事した。政府は逃げとが出た場合、理性にその分の連帯責任を負わせることが多かった。当初では、属栽培の技術は高く、泡の生産が主流であった。当初が過ぎる頃、長安など都市住民に、粉飾が流行したことを背景に、 次第に粉色に適した麦の生産が増加していった。早熟性の泡と麦が組み合わされ、2年三毛作が行われ、生産力を増加した。麦は、需要の増加に伴い、南方でも生産されるようになった。また、東大中期以降は、自家巻式であった稲作は、縄白式に変わっていった。南方には、未だ広大な未開発の土地が残っていたため、 次第に開発されていった。農業は初期における、近電性の実施や推理技術、灌え技術の向上などにより発展していった。手工業手工業は、工部及び商府館、商策館の3つが所管していた。当政府は、不平に似た組織を適用して、大量の職人を管理した。官営手工業に従事する職人は3種類あり、官理平の無期副務者。 林番職人、一年に20日の不駅の義務を負う一般職人がいた。無期服務者は、絹で代納することができた。職人は徴税等により、不駅を免除を許されたが、技巧であると認めた者は許されなかった。職人は世襲であり、転業も許されなかった。また、雇いとなる手芸職人は、日当絹三尺が相場であり、雇いには、 政府が正式に認めた職人や、輪番終了後の職人がなることがあった。これは、和雇いと呼ばれ、比較的自由であったが、輪番の非番の者が、和雇いを名目に束縛されることがあった。職人は、日当として、白物が支払われるが、政府による不払いが時代が進むほど増えていった。役所における職人の訓練には一定の期間を、設けており、 年末に試験を行い、合格した者は、職人となれた。特に優れた者は、匠、一般的には、匠と呼ばれた。役所は、技術総伝であり、民間にも、徒弟制度があった。武器の姿勢は禁止し、土肥に対しては、死刑や流刑で対し、統制を行った。政府に、官手芸職人、民間手芸職人は管理されたが、彼らの働きが、 手工業を発展させる原動力となった。手工業は民営のものも発達し、家庭で製造するものと工房で人を雇いつつ自ら生産を行い、販売を行うものがあった。行組織も発達するとともに、官営の大規模な工房が増加し、専門に雇い工として従事するものも現れている。手工業では宝石業の絹の生産が最も発達していた。 素養町の税制により、農民にとって、絹を政府に納めねばならないことから、大事な副業であった。絹は、絹織物、錦織物として、朝廷の衣に用いられ、八刀に分けて評価された。極めて軽く、透明に近い白砂に、老血染めにより精緻な絵が描けるほど、彩色技術が進んでいた。錦は彩色の飾り模様を持った織物で、 織る前に糸に染色を施したものであった。関西から縦糸を使って模様を表した胸筋を引き継ぎ、横糸を使った抜き筋を加え、より細密で多彩となった。絹織物は前半は北方で栄え、中東以降は南方で発展した。また、幻想期から都市部に大規模な個人盆栽工場も出現し、綿主企業も発達した。絹は、 東大前半は、貨幣の役割を、果たして国内で流通し、外国にも主要な貿易品として、シルクロードを通って大量に輸出された。時期は、陶器から分離して独立した分野として、生産されるようになった。時期のうち、白磁は、河北慶州の、慶応の代表都市、北方で作られ、堅牢かつ純白であった。また、政治は、 エッシューを代表とし、南方で作られ、聖地で、上薬が潤沢で、茶器として好まれた。当産さえも作られ、陶磁器は外国に大量に輸出された。聖治号は拡大し、顕著な進歩をして、金銀器、漆器に変わり、日用不可欠なものになった。東大の陶磁器は、高い水準に達しており、高い評価を現代にまで受けている。聖子は、 原料として麻、藤、樹皮、竹、繭、絹などが使われ、種類の拡大に伴い、生産コストが減少した。また、原料の違いによる紙の品種も増えた。紙は大いに普及し、四川や江南で長みと知られたものが作られた。食の地では加工紙も作られ、書画の発達とともに成功となった。また、大規模な製紙工場も作られている。工業は、 商伏官家の手の平地書令が干渉し、後に塩鉄紙の干渉となった。銅鉄には税を貸し、白老は缶で販売していた。西北辺境では、採鉱や焼き魚することを禁じ、夜勤書所では、生産に缶に報告する必要があった。他の地域では、詩人が自由に取ることができた。銀、銅、鉄、鈴、鉛、炭舎があり、 銅鉄の生産が多かった。石炭や石油の炭鉱も存在した。金属機も発達した。鋳造器物の技術も成功であり、洋州の銅鏡は世に知られ、巨大な鏡など多様な銅鏡が作られた。また、主に宮廷で使用された金銀器物の技術も向上し、金銀器は中央、アジアや西アジアの装飾を参考にして作られ、 装飾は緻密なものになった。鋳造器物の製造には、水力利用した、溶解作業も行われ、全体的な生産や質は向上し、金属製品の供給は増大した。造船業は、後部配下の水風呂中と、富水館廃下が干渉していた。政府が大規模な造船を行ったことも多かった。造船技術は、発達を続け、 江南各地で造船業が発達し、官営の工場も増え、民間の造船も増えていた。民間の船には、積載量1万国に達すものもあり、船員には、船中で一生を過ごすものもあった。豪商が大船を所持し、商品輸送に使われた。製塩業は、当政府により統制、独占され、外塩、知事を、石をはすべて管理された。東大中期以降は、 塩鉄紙が設置される。石尾は、四川の東側に集中していた。海水塩については、江南に偏在していた。各地の塩について、食用にする地域が厳しく規定された。私塩の売買は、厳罰で望まれたため、塩は、相当に高額となった。中期以降の東欧町は、円税に支えられ、生塩職人は過酷な労働を強いられて、 自由を有しなかった。次第に、塩の密売が起き、茶密売と合わせて、農民暴動につながっていった。商業農業や手工業が、発展もあり、商品市場に運ばれる豊富な物資が存在し、商業も発達した。また、交通全体の発達したことで、政府により、貨幣や土寮校の統一も、 急速に推進され、商業全体のさらなる発展を促した。また、海外貿易の進展もあり、高層期には多くの大商人が生まれて活発な活動を行った。経済発展とともに、屋敷店が増加し、失望、非戦が出現した。屋敷店は行商のための倉庫業と宿を兼ね、交易の場を提供するものである。当代には行商とともに、 屋敷店が増加し、長安では、死のある棒の内壁に沿って、屋敷店が建っていた。大商人は、屋敷店を経営し、距離を得た。時代が進むにつれ、全土に、屋敷店は普及していった。失望は、東代中期に、公益が増加し、現金が不足したことを背景に、屋敷店から転じる形で出現した。行商に対して、戦火の保管を行い、また、 商品を担保として、支払いを代行することで、現金決済の不便を解消した。失望では主に農民相手に氷貸しも行い、その金利は4割以上に達した。非戦も、また失望より少し遅れて出現した。商人が、長安の進む総員や負荷などに現金を払って、受け取った。預かり券を目的地で現金に変え、その上で商品を購入して、 長安へと運ぶという、為替の一種である。非戦は、朝廷の管理のもとで行われたが、後に、商人の信用を失い、機能しなくなった。主要な交易品としては、絹、磁器と、紙、茶があった。絹は、衣などの本来の用途ばかりでなく、国内では、貨幣として使用され、国外においても、シルクロードなどで交易品として用いられた。紙は、 製紙技術が発展し、畜死が大いに用いられるようになった。時期は大いに国内に流通し、市営の作業所から作られ、国外にまで広まった。茶も、北方で喫茶の習慣が一般化して、全国で茶店が建てられるようになり、主要な交易品となった。また、茶若い骨人の馬に対する交易品となり、騎馬民族にまで伝わっていった。 茶業は大いに発達し、多くの行商が茶を取り、工事で商品とした上で各地を巡った。このため、商人の往来は激しくなり、各地の草市の創設に影響した。当初の大宗時代に、交渉の類は、力量が優れていても、財物を厚給したり、朝県の君子と同列にしてはならないと定められ、党政府は、 商業の急速な発達に対応するため、管理を厳格にし、税の徴収を行った。商人は、通過する席、津で、通るために公文を見せねばならなかった。商人が、土肥牛馬等を売買するときは必ず契約を行う、ことが、等ただしで定められていた。だが、合商不合は、長安や楽に荒くように、大勢居住し、次第に、 資産や省エンを多数所有するようになった。合唱は、官僚と結託し、官僚になる秀才を養育していくようになった。また、事務士が土地を、農民から奪う憲兵や、不益の増加により、土地を失った農民は少々人となるものが増加し、次第に少々人層も増えていった。一方で、政府の官僚も次第に商業を行い、下挙と土地憲兵により、官僚、 豪商地主は一体化し始める。彼らは、課税や不益を免れ、利益を独占した。これは、影びさしや、影占いと呼ばれた。大商人はカニを金銭で買って、官僚となり、官僚の商業経営も一般化した。安氏の乱以降、北方は、戦乱と反鎮により疲弊し、経済発展は阻害され、南方が発展していった。貿易も、 一晩の交流によって、火星の地を奪われ、西北の陸路交易は、次第に衰退し、東南の海外貿易が盛んとなった。その一方で、都市における商業はより発展し、海骨や即土人の商人が長安を訪れ、交易の場が、市のみに限定されなくなり、夜間の死も発生する。また、長安には、統治階級である、富裕層が多数居住していたため、 膨大な商品の需要が生まれ、経済発展の要因となった。戦乱や反賃との交渉近伝性の崩壊のため、財政困難に面した政府は、両税法の制定後、商人に新たに課税を行うことになった。小商人は、政府を呼び、影び差しの特権を持った、大商人、双方からの圧迫を受けることとなり、失業するのが多く、塩や、 茶の密売や密貿易、盗賊行為を行う者が増加することになった。貨幣党政府は、随末の混乱した貨幣経済を立て直すために、六百四十一年に、新たに統一貨幣である銅線、改元通報を発行した。六百六十六年に、寒風泉だからを発行したが、翌年には廃止となり、改元通報も戻された。初頭は、銅線不足もあり、 開原通報などの銅線と絹が、貨幣の機能を果たした。また、当然班は、銅線の、私が横行した。商品経済の発展などにより、次第に、絹は、貨幣としての機能を失い、銅線が、貨幣の主流を占めた。さらに、両税法の制定以降は、税の銭による納付が義務付けられ、銅線不足により、千期化しずという一種のデフレ状態に陥った。 そのため、両税法制定後数十年で、穀物や絹は銅線に対して、数分の一の価値にまで落ちる。そのため、悪戦の、私は、より激しくなった。党政府は、銅不足のため、絹による貨幣を一部で正式貨幣として認めた。また、官僚や大商人の間では、金銀や銀銭が使用されることもあり、その地域は拡大していった。 大都市東大に発展した、大都市は都である長安の外に、北部の落葉、南部の洋州、西都、甲州などが存在した。長安は、東大のほとんどの期間、東の都であり続けた。人口は、約100万人が従来からの通説であり、現在は、諸説あるが、各説100万人の前後であることが多く。 世界最大の人口を持つ都市である説が有力である。宮城が東に存在したため、長安の東には、貴族や官僚が住み、西側に庶民が住んでいた。東西に存在した二つの市である東市と西市を、中心に、商業地区が生み出された。東市の周りの坊には、北里と呼ばれた、多数の議論のある歓楽街や、旅館街、非線を発行をする。 進む創院、古希が給仕を行う酒場が存在した。また、庶民が多数居住した西市の周りには、西域から来た、ソグド商人が経営する、金融業者、宝石商が店を構えていた。また、多数の地方から来た竜宮社が、西市付近に住み、スラム街となり、客小坊と呼ばれていた。時代に進むにつれ、皇族、皇冠、官,官が、 町の東北部の宮城の近くを占めていった。市には数百の行があり、屋敷店が立ち並んでいた。東市では高級品を主に扱ったが、商人は西市に集まり、西市の方が賑やかであった。町中に飲食店が店を開いていた。政党から運河の改良により、船で各地の食料や特産品が運ばれるようになった。個人は、 突血や速度、海骨人だけではなく、アラビア、ペルシャ、インド人なども多く、そのため、長安は、世界で、最も繁栄した、国際都市となった。また、長安は、寒中という盆地にあり、溶岩に囲まれ、寒間基地が近くに存在し群馬が容易に供給された、ため、防衛上の機能は高かったが、輸送上の問題があった。そのため、 しばしば食糧難に陥り、政党までは皇帝は洛陽に移動することが多かった。また、シルクロードを伝って、西域国家経営を行い、西域とつながるために適した地勢でもあった。洛陽は、河北平原の西に存在し、港南から長安から続く経路にあたり、大運河へ降に乗り換える中継点であった。人口100万人を超えたと称していた時期もある。 洛陽には、北市、南市、西市と三つの市場が存在し、それぞれが、運河沿いに入り一致していた。ただし、西市の存続期間はわずか2から30年であった。北市には、各地の船が1万艘ほど停泊し、水路を埋め尽くし、ソグド商人たちが投流し、金融業や香料、主玉、増下などの外国商品を扱い、大変な賑わいを見せていた。 北市の周りには、貧困な竜宮者が集まる、昔が存在した。南市は二つの棒にまたがり、120種類の行があり、店舗や屋敷店が立ち並んでいた。ゾロアスター教の寺も三つ存在した。河北や港南から、長安へ送られた来る穀物は、一旦、洛陽で集積されて、運ばれていった。洛陽は、長安からの東方へ結ぶための都市であり、 長安と、相互補完の関係にあった。不足点が失勢を行う時代に都が移ったこともある。洋州は、洋州は、海岸と長江大運河の交差点にあたり、大運河が街を通過する水運の要衝であった。また、造船業も、発達とと,ともに、全国の商品の集散地となり、江南経済の発展とともに、重要性は増していった。 洋州は海外への貿易港も存在したため、貿易都市として発展し、人口も5、60万人にまで大幅に増加し、国内外の商人が集まる都市となった。洋州に集まる外国船は、ペルシャ、アラビア、朝鮮、日本のものが存在し、多数のアラビア人やペルシャ人が在住した。政党以後は、姿勢は崩されて、防壁は取り払われ、通りに面して、 店舗を建て、さらに後には、夜市も開かれた。また、洋州は、江南の海岸の集産地でもあり、炎商人が集まり繁栄した。商品として、米、塩、金銀器、絹、木材、茶などが取引され、洋州で積み替えられて、河北へ運ばれた。金や、銀の両替も行われた。壮大初期まで繁栄した。生徒は、 食地方が温暖な地方で水運が明け、随末の戦乱もなかったため、発展した。特産品としては、養蚕、絹と紙が存在した。絹は、上等なものは、食金として知られた。また、生徒では毎年春に、飼い市と呼ばれる市が、木内各地に建てられ、人々は群がったと伝えられる。紙は、品目も多く、 質も有料で名産地として知られていた。特に、節島線という東大の義女の名を冠した紙は有名であった。生徒も人口が約50万人いた。洋州と生徒は特に発展した商業都市であり、洋和すにと言われ、文人たちの楽園として知られていた。甲州は、幻想時代に東南貿易を統括する。 四川市が広州に設けられたため、海上貿易の中心地となり栄えた。東大初期は、薬病が多い地帯であったが、次第に、緩化されていった。東南アジア各国やインド、スリランカ、ペルシャ、アラビアなどの西アジア国家の外国商船が訪れ、貿易を行った。広州には、シゲル坊という外国人の居住区が設けられ、 居住する外国人の指導者が自治を任されていた。外国人も姿勢に従い商売を行ったが、公衆には夜市も存在した。公衆の貿易は大きな富をもたらしたため、四川市の長官に利得を目的として、官官が頻繁に就任し、また、公衆の長官も財を貪さぼる者が多く、684年に長官が外国人に殺され、 758年に外国船に襲撃されたりする事件が起きている。甲州には多数の外国人が滞在していた。東末の構想の乱において甲州が陥落し、かつての繁栄を取り戻すことはなかった。この時、虐殺された外国人の死者は12万人以上であったという記録もある。陸上公易外国との公易はなされ、陸路を伝って、 外国との交易が行われていた。東方からは、渤海や白木と交易が持たれ、渤海湾沿岸から露流の関税を通り、交易がなされた。渤海や白木からは、高級毛皮、朝鮮人参などが運ばれた。北方とは突、特厥、海骨との交易において、唐の絹が、馬と交易された。後に、唐の茶も交易品に加わった。西北との国家とは、 シルクロード交易がなされた。640年に、党は、交渉国を滅ぼして、安政都護府を置き、直轄とし、西域経営を行った。西域に住む、商業民である、ソグド人は広範囲に、商業活動を行い、安政都護府の軍に送られる絹や布は、当初は、妊婦が行っていたのが、八世紀前半には、輸送量が増えたため、 ソグド人を含む商人に輸送を委託されたことによって、交易は盛んとなった。シルクロード交易では、金銀と絹が通貨として使用され、当初では銀が重んじられたが、塔の影響力が強くなるにつれ、絹や銅線が重んじられるようになった。交易路は険しい上に、家畜が運ぶ長距離輸送に頼るため、 重量が軽く価値が高い写真品や試行品が主な交易品であった。当からは、絹、紙、茶が輸出され、金銀器、真鍮、ガラス製品、玉、ラピスラズリ、絨毯、薬剤、香料、胡椒、どう酒などが輸入された。輸送には、奴隷、馬やラクダ、ロバなどが使用され、それ自身も交易品となることもあった。最益の商人は、 東各地を回り、多くのソグド人が定住して、陸上交易は流盛する。しかし、安市の乱以降は、西域における、党の勢力が衰え、土ンと海骨の進出により、シルクロード交易は衰退し、党の外国交易の主流は、東南海岸からの海上貿易に移っていった。海上交易海岸沿いには、多くの港と都市が存在し、白木、日本、 東南アジア、インドなどへの海上航路が通じていた。海上貿易を統括する四川市が713年には、甲州に設置された。東大の造船技術と航海技術は進歩し、遠洋船舶の製造が可能となった。甲州を中心として、南方国家との交易が盛んとなり、海上貿易はさらに発展した。四川市は、四川市を責任者とし、 個人の商人は関税を払い、荷物の検査を四川市に受け、国家が必需品を買い上げて、残りが公州の市で取引された。国家の買い上げは政府や四川市に大きな利益をもたらした。公州は最大の貿易港であり、絹や塔山菜、白磁、青磁などの陶磁器、鏡が公易に用いられ、香料や薬の材料、人口や増毛、真珠。 再核、大米、竜能、宝石などが買い取られた。また、当時の甲州からの航路は、秋か、冬にモンスーンを利用して、東南に出向き、成功して、チャンパ、スマトラ島、アンダマン諸島、セイロン島を経て、インド海岸に沿い、イランのペルシャワ沿岸に至るというもので、順風により十4日で達することができたとされる。安氏の乱以降は、陸上交易が、 ドバンによって塞がれて衰退し、海上での外国との交易がさらに盛んとなった。甲州だけではなく、洋州、東州、明州、泉州、甲州も、海上交易で栄えた。その交易の船舶は、ペルシャやアフリカにまで達したと伝えられる。多くのアラビア商人が訪れ、甲州には、居住地域が設置された。この海上交易は、 海のシルクロードとも呼ばれ、陶磁器を中心に、絹、茶が、交易品であった。海上交易の発展により、より大量輸送が可能となり、陸上交易の意義を奪っていった。荘園の形成等の近隣性は、不徹底であり、初島から荘園が存在していた。初島の荘園は、皇族と貴族層によって経営されていた。荘園のうち、また、 公殿として官僚に与えられた食分伝と肝心営業伝があった。また、宝釈によって与えられ国家に納める税をその家に給付する磁気伝も存在した。荘園の大きさはだいた1十五ろから100の大きさで雇い入れた客とあるいは同費に電磁の工作や農産物の加工などに当たらせる。また、 土地の転借古作を合法としていたため、その土地を小坂実りに貸し出す場合もあり、その際に種もみや工牛などを貸し出すが、その仮ちんで古作が破産しそのまま土費となる例も多かった。転借古作によって、省エを持つ地方豪族の土地合併は盛んとなった。政党以降は、信仰地主層が省エの主な経営者となり、 転借古作による農民からの土地合併は、さらに盛んとなった。東大中期には、大土地市優勢が進行し、近伝制は崩壊する。両税制の制定以降、政府は、農民の慢性的な土地不足の解消を断念し、政府は、区分田を捨てて工作していた逃げとの土地をすべて、没収し、公田とし、その公田を官直属の荘園とし、 国家所有のものを、官奏、皇帝所有のものを、皇想として、管理する役人を設置し、民を挑発して、土地を開発する。また、藩鎮も、積極的に貧農を雇い関連の経営を行った。宗教には、各種の保護と特権が与えられ、寺院は、多くの土地を所有した。寺院は工作するにおいて、不益を免ぜられ。 近伝性の影響を受けることはなかった。寺院の荘園は東大に発展し、しばしば皇帝や信者から高知が寄進され、累積された荘園は広大であった。官僚荘園は、天外や牧場、筆像を有していたこともあったが、産業を集合した、経済主体となることはなかった。中央軍随大では、兵力が一元化していたのに対して、 当政府の中央軍である金軍として、南賀と呼ばれる国の正規軍と、北賀と呼ばれる皇帝新軍の二元化した軍隊が存在した。南賀金軍は、長安城内に駐屯し、中央1 6英で構成され、1 6英のうち、左右関門英、左右千牛守を除く1 2英が、全国の摂政府を統括し、兵力は、長安近隣の管内にある。 摂政府から送られた不平から構成されていた。北賀金軍は、闘争行事、皇帝新軍として残った、元恵比寿金軍を基礎としている。長安の北、園内に駐屯した。その選抜部隊が、百鬼と呼ばれ次第に拡大し、元宋の時代に、左右流部軍として確立した。また、元恵比寿金軍の本流からは、左右輪軍が設立された。元宋の時代に、 左右流部軍、左右吟鈴軍は衰退した不平の代わりに皇帝警護の中心となった。南画金軍は不平制度の衰退とともに兵力の確保が困難になり一部負担を軽減して下等度から優先して徴兵する木を確保しようとしたが不平制度自体が崩壊したため幻想の時代に名目的な存在となった。そのため北画金軍がただ 金軍と呼ばれることになる。安氏の乱の際に、長安は陥落し、中央軍は壊滅していた。そのため、安氏の乱の鎮圧に当たった宿層が、新たに、北側に、左右神武軍を定めた。大層の時代に、左右新作軍が、特層は、左右新威軍を新設し、北側従軍となった。左右新作軍が、土番の進行や主の乱で功績を立てたため、 左右人武軍、左右新異軍を吸収し、金軍の中核を担うようになった。剣奏の第には、左右新作軍の力を背景に、反鎮勢力を抑え込み、皇帝権の確立に貢献した。万党には、左右新作軍は横暴となり、民間は、大変苦しいんだ。地方軍、辺境軍諸島では、外国と接する辺境には、徒歩府が統括する。 チンや、守るという拠点が置かれた。チンに配置された兵は500人以下、守るには50人以下であり、陳犬は、体操時代は1000ほど置かれ、総兵力は10万人程度であった。また、兵、募ると呼ばれた臨時の徴兵が行われ、コウクリ、シラギ、クダラとの戦いに駆り出されていた。キ備政策が破綻するにつれ、陳犬制では、対応が不可能となり、 異民族の攻撃によって、境界線は後退した。そのため、高層時代頃から、軍鎮という大規模な部隊が置かれるようになり、幻想時代には、地に犬は、半分程度に減ったが、兵つのるは国境に常駐し、辺境軍は一時期には60万人以上存在した。これはすべて徴兵からなり、世軍という逃亡兵が増加した。党政府は、 軍鎮を統括するために、都合不正から半鎮制に710年から切り替え、737年には、軍鎮兵は、母兵に変えることとなった。当政府の軍では、騎馬民族など少数民族の個人が身につけた、記者技術は威力を発揮し、少数民族出身の、茂る将たちが、大操時代から武功を立てることが多かった。断連兵は、断血兵とも呼ばれ、 徴兵によるもので、不足点の時代に始まり、地方の治安維持に当たった。元は、騎馬民族から農村を防衛する役目であったが、在地の治安維持のために置かれ、断蓮市という武漢や修士市によって引きられた。また、都市には白棒という徴兵による、治安維持の兵が置かれた。安市の乱後の節度市の率いる藩鎮の軍は、家兵、関係、断蓮兵に分かれていた。 内兵は、節度子個人の子外の兵力である。内兵は、紙兵や、節度子の家内奴隷であるとともに、雅兵に対して、節度子が対抗するための兵力となった。艦剣は税によって養われた、職業兵士で、傭兵であり、最も数が多く、国家財政を圧迫する最大の要因となった。また、艦剣のうち選抜された新軍を、雅兵などと呼ぶこともあった。 画兵は、節度師から工具を受け、節度師を、排斥や脅迫する者も現れ、彼らは、強兵と呼ばれた。断連兵は、徴兵により、当政府と、同じく地方の治安維持に当たった。内兵や画兵は、節度師と、リフ死といった血縁を犠牲する関係になることも、あった。軍組織等の軍は、不平成の時代に、十人からなる、火を、 最小単位都市、日が5つからなる50人を、対、対が2つからなる100人を、旅、旅が2つからなる200人を、段都市、全国に600以上ある、摂政府が統括した。それぞれの摂政府は、摂政問いが責任者となり、以下、かたけし問い、別省、調理、行為、旅卒、体制、副体制、課長、英氏という官位になっていた。 皇位は段を引き、旅卒は旅を引き、大政は大を引き、課長は火を引いた。副大政から上位は、官品が与えられていた。功績が認められれば、君官を受けることができ、不平も、皇位までは昇進することが、制度上可能であった。摂政府は、十二栄は、及び、大志六宮六律によって統括された。十二栄は、 それぞれ1名の大将軍と2名の将軍が置かれ、各栄は摂政府を40府から60府を統括し、各栄にも、放射とい、市外、長子、六時三軍時、塚か諸僧三軍時、襲撃の順で、官品を持つ軍人が置かれた。というの、通り点に引用する、栄光、理性兵法によると、戦争の時には、将軍は、兵二万人を与えられ、 七軍に分けた。七軍は中、前、後、左、優軍、左、右恐れ公軍であり、二万の編成は、騎兵四千、土兵二千、弓兵二千二百、戸辺東兵二千九百、騎兵二千九百、市長兵六千であった。戦いが終わると、将軍は朝廷に帰還し、不兵は摂政府に戻った。騎兵と装備軍は、 随末の戦乱において、馬に甲冑をつけない、機動力に優れた、軽機兵を活用した。軽機兵は、党の統一戦や特決との戦いにおける勝利に、多大な貢献を果たした。そのため、馬に鎧をつけ、防御力や突進力に優れるが、馬の持久力や、機動力で劣る重機兵を中心とした随大に変わり、東大を通して、軽機兵が、 騎兵戦力の主力となった。初頭では、銃騎兵は、皇帝の儀状隊に使われるようになり、唐の体操や唐軍を指揮して、騎馬民族に騎兵を用いて、勝利を重ねた理性は、軽騎兵をもんじた。唐の軽騎兵は、基本的に騎手は鎧をつけ、奇襲や追撃に戦火を上げた。機動力を活かすため、軽騎兵は戦闘の正面に立たず、 不評の両脇に配置された。東大には、両方の足にかけるあぶみが用いられ、騎兵の技術は向上した。馬は、騎馬民族の交易によって購入され、飼い骨とは特に大量の絹や茶と引き換えに、馬を交易で手に入れた。党政府は馬勢に力を入れ、辺境の牧場で馬を養育し、そのための機関が作られていた。軍の装備として、騎兵は、 武器として、馬上刀や矛、矛、劇、などを用い、円形の盾を使い、鎧として、主に、森心と呼ばれる、楕円形の磨かれたプレートを使った、明光鎧を装備した。不評は、矛や白刀、刀を武器とし、長方形か楕円の盾を持った。不評も、明光鎧が装備として用いられ、軽装な不評は、戦争という毛織物の衣を身につけていた。 盾は、漆で補強した木製が主で、騎兵、不評ともに、弓や石弓が多く用いられ、不評の装備は軽装なものが多かった。武器は劇に変わって、槍が多く用いられるようになった。戦方と陣砲等の軍隊は、不評を主体として、軽騎兵に補助を行わせる形で戦闘を行った。不評は50人の、隊は、大勢を戦闘にする、緩やかな、 くさび型に陣形を作る。七軍の一軍ごとに、急兵、土兵を前方に、三陣に分かれた不兵を中央に置き、両脇に騎兵が配置され、後方に騎兵が置かれた。まず、土兵が矢を撃ち、さらに急兵が撃った後で後方に下がった後で、不兵の二列目の部隊は下がってきた急兵を要したまま、動かず、一列目の布兵と、騎兵、騎兵が、 交互に戦う戦法を取った。陣法は広い戦場では7軍を一直線に並べる横陣を取った。また、平地での防御の時は、六家人と呼ばれる中軍を他の六軍で囲む円陣が組まれた。謙遜な地形の時には一軍にいる兵を分けて戦う謙陣が採用された。首都の長安は世界各国から人々が訪れ。 国際色豊かな都市であった。日本や白木、土番など周辺諸国からやってきた、施設、留学生はもちろん、西方からはるばるやってきた僧侶や商人たちがいた。後の時代の首都である海風や甲州が、東の海の道を向いていたのに対し、長安は、西のオアシスルートを向いた首都であった。儒教家巨制度において、儒教の経典が必須科目となり、体操は、 公栄脱に命じて、それまで注釈により解釈の違いが大きかった、五教を一つの解釈にまとめる、五教正義を変算させたことで不便が改められ、知識階級の中での教養を共通のものとした。仏教五管大に伝来した仏教は、紀神南北朝時代の混乱の中で流行した。現状、義場などはインドへ赴いて、大量の経典を持ち帰り、貴族、 皇族の庇護を受けて、大いに栄えた。特に不足点は仏教を厚く保護したことで、有名である。この時代の宗派には、禅宗、浄土教、密教、華言宗などがあり、それぞれ栄えたが、三階教は、徹底的に弾圧された。道教皇室の理氏は、李耳をを外すると称していたので、道教は東代を通じて厚い保護を受け、 道先不都合という原則が定められていた。特に元宗はその病号も道教風であり、道教に系統している。元宗は日本人の僧が仏教を伝えようとすると、なぜ道教も伝えないのかと、はだ不快を示したこともある。その他その他にも長安には、民教、健教、経教、イスラム教などの寺院が立ち並び、国際都市としての景観を持っていた。 このうちイスラム教を除く三者は、特にこの時期に盛んに流布したことから、東大三、エビス教と総称される。宗教政策第15代武装は道教を信奉し、仏教をはじめとする外来宗教を取り締まった。ただ、この措置に、宗教的な色は薄く、出家により脱税を図る、指導像を減存させ財政の改善を目的とした。これ以降の仏教は、 王子の繁栄を取り戻すことはなかった。復興した仏教は、全州や再興した、天台宗が中心となるが、各州が混在した仏教センター的な、大伽藍中心の仏教ではなくなった。そのことは、全州教団中の新たな規則である百条審議中の、つい作、さざればついくらわずという有名な言葉に、現れている。また、 停滞していた儒教の方でも変化の兆しが見られ始める。それは関与の表した言動、腹性などの中に見られる思想で、行、春や孔子以来脈々と続く同等論を提唱し、総学の先駆となった。当は歴代でも漢詩の最高峰とされる時代である。古文字学派を率いた民の文人李範流は、文は、神官、詩は、 政党といい、投資、特に政党の詩を中国史上最高の監視だとしている。古文字学派に反対する文人も投資が最高峰だという見解にはあまりことを唱えてはいない。陸朝で発展した五今年詩を引き継ぎ、党ではできつつあったり詩の形がより厳格なものへと作られていった。ゼックの原型自体はすでに南朝にあったが、党の詩人はこれを好み、 多数の作品が作られた。五個とゼックは、後世の作品では、到底及ばないと言われるほどの当代の主玉であると言われている。また、五個とゼックと同時に七個とゼックもこの時代に好まれた。日本でも、平安時代から、白、虚偽などの投資が親しまれており、江戸時代になると、理の主張を不縁した、お牛空ライらが、投資戦などを通じて多く紹介したため、 日本で漢詩といえばこの時代のものを思い浮かべる人が多い。初頭前代の陸長時代の洋風を受け、繊細で華麗な詩風を心条とする、修字主義的な詩風が主流である。宮廷の詩壇における皇帝との昭和詩が、この時期の中心的作品となっている。代表的詩人には、初頭の四傑と呼ばれる、王勃、陽啓、露昭林、楽品王のほか 近太子の形式を完成させた、不足天気の陳期、宋の問いなどがいる。さらにこうした陸長の威風を批判し、鹿の復興を提唱して、時代の政党の先駆的存在となった、陳諏号が現れた。政党灯台の最盛期を反映し、多くの優れた詩人を輩出した時期である。習字と内容が調和した詩婦は、それまでの中国鹿の到達点を示している。 代表的詩人には、中国史家史上でも、最高の存在とされる李白と徒歩を頂点として、多い、猛光年、心身、公的、王少霊などがいる。この頃は、幻想の知性とほぼ重なる。その幻想と、ヤギヒの恋愛悲劇を題材にした、文学作品は数多く、代表作は、徒歩の愛、絵頭、白、虚偽の、超根家等である。 中東中東期では、平易な表現を重んじた白、巨異原神らの、元白体が現れた一方、個性的で難解な表現を愛用するカニュ、リガなどの一派も存在するなど、フ風は、前代よりも、多様化する傾向を見せ、多彩な性格を持つ師団を形成した。またカニュ、竜草原らにより、陸長以来主流となっていた、四十六弁霊体と、呼ばれる、 宗児主義的な文体を改め、寛大以前の達つをう重んじる文体を反とする、新たな文体の創出が提唱された。関由らの試みは次の宋代の文学者に引き継がれ、後世、彼ら古文運動の主導者を、闘争八大化と総称する。万刀万刀は繊細で、感傷的な詩風が主流となる。代表的な詩人として、土木、李昌印、御庭院、伊宗、寛。 いるさらには、王朝の衰退に伴う社会の動乱を例、歯科による社会改革を訴えた、川に地球、陸亀メモなどの詩人も現れている。歴史歴史の分野では、体操が、それまでに編まれていなかった時代の歴史書を編むよう、命じたのを受けて、新書領書陳書宗書、随所が、暴元令らにより編纂された。四や、感所などは、 死生の書物が後に、国定の歴史書に昇格したものだが、この体操の授業の後、生死は国家授業となった。滅びた前代の王朝の生死を編むことが、それを継いだ王朝の正当性の証となったのである。それでも私さんの歴史書の地位が低下することはなく、竜とモイクが表した、死通などは中国における死学の草分けとして、受け止められ、後代の死下にとって、 筆形の書となった。電気小説、安史の乱以降の中東から陸長時代に誕生した司会小説を発展させた電気小説が書かれた。作者は官僚の中で地位が高くない、家境を受験した、経験のある者がほとんどを占め、読者も彼らと同じ広い文人相手を想定しており、次第に姿勢に流通するようになった。作品の出来は、 作者の名声がかかっていたため、書き手には強い興味や情熱を必要とした。当代に書かれた小説は、通常、電気と総称され、古狂記、優先靴、都市春伝、リア伝といった数々の作品が生み出された。電気小説には、作者の文才を示そうという意図がほぼ全ての作品に伺える。そのため、下挙受験者が交換に投げまきして、 文祭、司祭を認めてもらうために作られた説。また、カニューたちの古文復興運動に伴い、三文文学の範囲が拡大される中で、電気小説が生まれた説などがある。また、東大においても、電気を偶話と考え、それなりに文学価値を評価されることもあった。古来から儀礼として重視されていた音楽と舞踊であったが、外来音楽と楽器の流入により、 相当な発展を遂げた。当代には、娯楽性も向上し、楽器の種類も大幅に増加した。合奏も行われ、宮廷では大規模な楽団による演奏がたびたび行われた。初頭では宮寺の一つである大乗寺が武学を司る、中心となり、宮廷武学のうちの画楽を取り扱った。百十四年に、理園が設置され、三百人の落校が、 儀典弟子になり、後に、九条も加えられた。凶暴は内凶暴か初頭から置かれていた。この上、幻想期に雅楽と区分された俗学や古学、猿楽を扱うことを目的とした、左右凶暴が増設された。古学は西域を中心とした、外来音楽で、当代の宮廷部学の中心であった十部落のうちの大半を占めた。宮廷音楽で歌われる歌の歌詞は、 投資が採用された。民間にも投資を歌詞にし、音楽に合わせて歌うものが現れ、番頭には音楽に合わせるために書かれた詩を作られた。また、投歌という歌の神手を競わせる遊びも存在していた。舞踊は、宮廷や貴族の主演ばかりでなく、民間の酒場や行事でも、頻繁に行われた。 外国から様々な舞踊が伝えられ、その種類も大きく増加した。様々な階層の者のが舞踊を好み、ヤギヒアン・ロクザンは古戦舞の名手であったと伝えられる。舞踊は、ゆったりした動きの踊りを、何枚、テンポが速い激しい踊りを、剣舞と分けられた。古戦、舞や古東米は、剣舞に含まれた。伝統舞踊に、 外国からの舞踏が加わっていき発展していった。当代の宮廷では、楽団の演奏に合わせて、大勢が舞踊を行うことで多かった。また、字、舞と呼ばれる音楽と共に踊り、体を翻す瞬間に、衣の色を変え、その後に地に伏して、全員で字の形を描くという集団舞踏も存在し、多い時は百人単位で行われた。当代の皇帝の中でも、 幻想が特に音楽が優れており、外国の音楽を取り入れた、芸奨派衣もの曲を作曲したとされる。この曲と共に、八木比が得意とした、芸奨派衣もの舞が行われ、宮人が数百人で舞うこともあった。安氏の乱以後は、戦乱や離縁の廃止、凶暴の縮小と共に、学校や儀女は地方に流れ、音楽や舞踊の普及は進んでいくことになった。 龍門石窟灯台の美術品については現存するものが少ない。そこで灯台美術を伝えるものは、抜窿靴や龍門石窟などの石窟寺院や、墳墓の中に残るものが主となる。初頭から正頭にかけての絵画、素像ともに写実的であること、彩色が華麗であること、さらに仏教美術が圧倒的に多いことが特徴である。絵画においては、 円立本、五道元、李思君、王井といった名前が上がる。円立本は体操に使え、旗府十八画串が真図などを描いた人で、肖像画を得意とした。五道元は元祖に超愛された画家であり、人物、仏像、寄進、長寿画など幅広いジャンルで、それまでの繊細な画風を改め、躍動的な絵を描いたという。しかし作品は現存していない。 リオモ君は、不足天気の人で、色鮮やかな山水画を得意とした。これに対して大井は水墨を用いた山水画を得意とし、後世からそれぞれ北州画、南州画の祖として扱われるようになる。東高期は、水墨画の発展が著しくなり、時代の総移行につながる流れが見られる。この代表として、同時代の絵画評論文集、東朝名画録は大、大隅。 リレー書、長子話の三人を挙げている。書は、王義詩を尊数する体操とその周囲に集まった人物たちによって流星を迎える。書における当初三体化と呼ばれる存在が、愚性難、諸水量、王葉順である。これら初島の書は、王義詩以来の金星をもんじるものであるが、これに対して長曲は、競争と呼ばれる本当な書体を作り、 さらに、長局に指示した、眼神経は、自らの意志を前面に押し立てた書体を打ち立てた。上述の後道元と同じく、咀嚼曰く、書は、顔露行に至りて終われり、と。陶磁器の分野では、陶山祭と呼ばれる一品が作られ、名の通り色鮮やかな点が特徴である。人物像や動物像などが多く、器も実用性の低いものが多い。一方、 高温度で焼成する時期も作られ始め、時代の壮大における時期の最盛期の基礎となっている。木造建築この時代の木造建築は、三部一周の放難を逃れた仏教寺院などが残されている。コモンズの東大の美術のカテゴリも参照。東大の寄附は、安史の乱を境として、初頭と正頭の前期、中頭と万頭の後期に大きく分かれる。 全体的に、律令制度は確立していったが、貴族性の特徴は濃厚であり、制度としては緩やかで柔軟なものであり、それが、寄付にも影響していた。前期における党は、中国の中世において、最も盛んな時代である。党政府は、東王朝の皇帝である李氏が、北方民族であった、戦費の系統でいることもあって、 北方民族の文化影響が強い北朝を継承しており、人々は道徳を厳しく遵守せず、党の体操は周辺民族を含めて、天下は一家として全体的に解明的で開放的な政策を行った。また、周辺国家や民族の交流が非常に盛んであり、異民族の文化や風習、宗教を受け入れ、習慣として盛んになった。そのため、 全体として漢族が異民族の影響を受け融合した時代となった。当政府の政策は異民族にも相当に平等なもので異民族でも交換になることができ自己の民族文化を保ったまま生活することもできた。周辺諸国も漢字を共有のものとする東アジアに文化圏が生まれるほど多大な影響を受けた。都市の一般住民も 異国からの文物が浸透していった。また、律令体制も完成し、全国で通用するようになった。そのため、中国の時代の中で、比較的公平な社会であった。科挙制度を継続したため、未だ貴族性の影響は強かったが、社会階層の流動化は進展していた。科挙では、施策が重視されたので、多数の文人が生まれた。また、音楽や書道、 各種の遊戯も盛んであった。この時代は、儒教道徳は、弱割、自由に振る舞うことや勇気があることも重視された。文人にも偏京に赴き、軍事に関わることを求めることも多く、多くの、返済士が生まれた。官僚や女性を含め、人々は、様々な異民族から影響を受けた格好をすることが、できた。経済については、 資源の開発が進み、当政府が周辺国を制圧したため、通商権が拡大し、周辺から物資が流入するようになり、全体的に後継機であった。陸上だけでなく、海外貿易も増加し、中国南方も発展した。後期については、安氏の乱により、皇帝権力を支える基盤は衰え、地方に反鎮勢力が拡強し、 世界帝国的な性格は交代した。しかし、商業の発展を背景に、武力国家から、良税法の施行により、財政国家に生まれ変わり、党政府は、困難を、財政の力を背景に乗り切った。また、文学は発展し、印刷技術は向上していった。多面、物価が高騰したため、自作能が崩壊し、流民が溢れ、客戸として、 各地の荘園や信仰地主の古作となっていき、社会不安の要素となった。貴族性は衰退し、信仰地主層の交流とともに、官が規制できない民の力が増大してきた。武装の廃物例など、東国内における廃外主義は強まり、周辺国も独立の傾向が強くなった。社会も余裕がなくなり、個人が自由に振る舞うことも少なくなった。 当代も、他時代と同様、改層により、生活実態に、多くの差があった。五品より、上の官僚である、直人間の特権が大きく、彼らの生活は、豊かなもので、長安の里坊の四分の一を占める邸宅も、存在した。また、彼らの母や精細は、外妙部制度により、風号を与えられた。彼らの生活は、 豊かなもので、最女も家事を行う必要がなく、株音力や化粧、豪華な装飾品を買う余裕があった。彼らのほとんどが多くの彩章を持った。また、貴族出身である場合、ほとんどが先祖伝来の荘園を所有していた。区本から六品までの認証官は、周りを平に囲まれた、四合院の邸宅に住むことが多かった。彼らの生活に、 余裕はなく、貧困に陥る者もいて、多くは、昇進を望んでいた。彼らの最女は、旗織りなどを行い、家事をすることもあった。区本に入らない、流害官と呼ばれる管理は、処理とも呼ばれる存在であった。土着の人が選ばれ、地方政治の実情を把握し、現地の者との関係も深かった。 地方に赴任する官僚より処理が実務を握っていることも多かった。彼らの多くは豪族や信仰地主の血縁者であり、硬貨などの免除がないにもかかわらず、負担を拒否することもあった。豪族の住居は庭が広い死亡院であることが多かった。彼らの裁除は家事の負担も軽かった。農民については、損行文書や投資などで確認できる。損行では、 社という遅延を中心とした共同体を組み各自社人として仏事と葬儀の援助、宴会などの相互補助を行った。社は社長、社官、六五を長とし事業の度に労力や酒、俗、湯などを提供するため負担が重かった。遅れた場合や大会した場合は杖で打ったり宴席を設けるなどの罰則が行われた。そのため 貧困者は社人になることはできず、罰則にもかかわらず大会を願い出る者もいた。社には管理が入ってくる場合もあった。トンでの生活は厳しく、徴兵や多くの負担が存在し、逃げとや子供の人身売買などが行われていた。貧民が税の催促の際に、理性や村頭から暴力を受けた記録もある。全国的に言えば、農民の家では、 男性は工作を行い、女性は織物を行うのが一般的であった。妻女たちは家事と養蚕、紡績の仕事に明け暮れた。租税を納めた上で貧困層は落ち棒を拾って飢えをしのいだ。休校の時も男女共に日雇いに出て老人になるまで働いた。南方の農民は比較的負担が軽かった。農民は兵器もあり、 女性が工作を行うこともあった。職人については、世襲であり、転業も許されなかった。手工業にも業は多数存在し、業頭派業の人に政府の擁益を供し役所との間をつないだ。一般の手工業者と農業兼業の手工業者は、国家の労役に服さねばならず、少々人より地位が低かった。盲石と専業とする女性には、 生涯結婚できない者もいた。商人については、富裕な者は、王公貴族を超えて、住居も豪邸であることが多かった。商人は公益のために移動し、数年は家を空け、事故に愛称足を立つ者が相当数いた。また、公益先に移住する者もいた。商業は店舗を構えたところで、女性が主人となり、行うこともあった。 貧しい商人は行商人が多く、移動の危険が大きかった。家族の規模は5から7人程度が平均的で、庶民階層は子供を複数養う余裕がある家が少なかった。また、三世代同居は庶民階級に多かった。庶民の家でも、私先人である僕や奴、女を使うことは一般的であった。私先人たちは主に生産労働に従事し、 女性の四川人には家事労働を行う者もいた。私先人たちの結婚は主人によって決められた。平和が続き、生活が安定すると物資は豊富なものとなり、外国各地から食材がもたらされ、外国の料理も通常振る舞われる料理の一種となっていた。この時代、シルクロードを通ってもたらされたものに香辛料が上げられる。胡椒。 揮発、ニンニクなどが料理に使われた。西域から伝えられたキュウリや、ほうれん草も一般に普及した。中国北部では、泡や豆、麦が作られ、正当に小麦粉色が流行したため、麦の生産量が増大した。南部では、米が作られ、大運河を使って北方に運ばれたため、米食が北部で増加し、米を使った料理も増えた。 西域から渡ってきた小麦粉で作る麺類と小麦粉を練り焼いて作られたパン類の餅がすでに主食の一部となっていた。他に饅頭、ま、ワンタン、餃子が流行した。現存する餃子の最古のものは、唐の交渉応募から出土した東大の化石である。また、西域から新たにひつらが伝わった。肉食は牛、羊、豚、鳥 ラクダなどの家畜や、飼った鹿やイノシシ、ウサギ、クマなどが食された。遊牧民族の肉料理の方法も伝わっていた。また、海洋技術の発達により、カニ、イカ、ナマコや海藻が取られるようになった。果物は、ブドウ、ザクロ、ミカン、ウリ、ナシ、スモモ、モモが食べられた。特に南方で取られたライチュは貴重で、ヤギヒに好まれたことで知られた。 サツマイモ、ナツメは当時は甘みの一つであった。富裕層はすでに多様な食事を食べることが可能になり、珍奇な食材を好むグルメ志向も生まれてきた。庶民は穀物や馬小屋子などの菜食が中心だった。異食道源という考え方も生まれ、食事療法も広まっていた。長い戦乱のため、乱れていた冠蜜複製度は初頭になって整えられた。 黄色は皇帝専用の色となり、皇帝は後方を着て、皇族と百官は紫、火、緑、青色の報復を遺界により決められ、着ることを定められた。民の衣は白や黒が基本であった。貴族や官僚の衣は絹が使われ、民は価値と呼ばれるズボン形式の麻の衣を着た。百官はまた遺界により定められた冠や魚体。 尺をつけて朝廷に出資した。男性の服飾は従来のゆったりとした服飾に変えて古服と呼ばれた北朝で流行していた。北方民族の衣を源流とする衣が中心となった。頭には頭という頭巾が流行し身分に関わらずつけていた。最初の頃は一枚のらの頭巾で頭の上を包んでいたが、その後は別の頭巾を加え、それを切り、 つる、そうなどで固く作り、次第に固定した形の帽子となった。古服は狭い袖の上着、ズボンで、革帯で締め、長靴で乗馬しやすいものであった。また、北方民族の影響を受けた丸襟の方さんが、好まれ、布製に変わり、革のりが使用された。また、西域から来た古服を着ていたという説もある。女性の服飾は、古服の流行や、 外国の服飾が導入され、国家に関係なく自由であり、色とりどりに染色したものが使われ、絶え間なく移り変わっていった。大多数は、短い樹か長い酸をつけ、下半身に胸や腹まで引き上げる、蝶虫をつける、樹虫を着ていた。他に、樹虫の上半身の上に着る半肘という半袖の衣が好まれた。また、 悲白という、薄く軽い絹の布を肩にかける装飾品も使われ、先の尖ったあを履いた。胸元まで露出することがあり、開放的なものであった。ジュ,チュンは、時代が進むとともに、緩やかなものに変わっていった。宮廷の女性の間で女性が男装を行い、政党以降に、民間で流行し、男性用であった服飾を女性が着ることが多くなった。 別に流行ったものとして、古服がある。これは、男性のものとは違い、主に西域から入ってきたもので、狭い袖の上着、長ズボン、長靴が、特徴的であった。頭には、顔を見られぬために、べき、と呼ばれる全身を覆う布がついたズキムをつけた。次第に、とばり棒という唾が拾い、唾につけたシャを顔から、首まで垂らした帽子をつけるようになった。 古服が流行してからは、西域から入ってきた古墓が流行り、顔を薄着布で遮らなくなった。その後、混雑墓という頭の先が尖った顔を出す帽子をつけるようになった。女性の髪型は多様なものになった。タブサは、高タブサをはじめとして、百種近くも存在した。まず、宮中の女性で流行り、民間に伝わった。タブサには、 様々な材質に細工が施されたかんざしを頭に、つけ、10本以上もつけることもあった。化粧は、油が流行し、額や方に塗られた。また、顔を飾るための額器、眉積眉、家電、しゃくれないなどの工夫がなされ、額器は額に、黄色のパウダーを塗るもので眉積眉で眉を描き、多様な眉の描き方が存在した。家電は、金箔。 髪などを様々な模様に切り、額や頬を飾るもので、小エクボは両方にエクボを描くもの、シャクレナイは顔の両側でクレナイを斜めに描くものであった。装飾品は耳飾り、頭飾り、ネックレス、腕は、香袋などが付けられた。当代は、儒教霊説による束縛が弱かったことと、北方民族の習慣による影響により、中国の歴史上で比較しても、 女性の地位が例外的なほどに高かった。そのため、女性の精神面、肉体面における活動は開放的で活発であった。政党時代には、女性は顔をあらわにして、馬に座るのではなく、またがった上で外出を行い、その時に、積極的な、様々な異国の服飾や断層を着ることが多かった。また、ポロなどの運動や狩りなども、 積極的に行っていた。また、男性と酒の席で同席して、会話を交わし、単独で男性と交流し、友人となることもあった。官僚の夫人たちは、家に閉じこもらずに、お互いに、社交活動を行い、夫の公務を助けることもあった。また、官僚の家の女性たちは、男性の客を避けるような傾向は強くはなかった。政治においては、 東大前期に、不足点のように皇帝となる者も,も現れ、以降号、安楽公主、太平公主など政治に関わりを持つ女性が多数、輩出した。しかし、女家と呼ばれ、中東以降は政治に参画する女性は、ほとんどいなくなった。軍事においても、皇祖の娘である、平陽将公主や皇帝を自称して鎮圧された、陳広志信のような事例も存在し、 行動的であった。また、文化活動でも活躍し、多数の女性による投資が作られ、上官園児力、乱、節等魚、元気など著名な女流詩人も輩出した。歌舞や音楽において、宮廷や民間ともに女性が大きな役割を果たし、ヤギ妃も名人であることで知られる。猿楽における女芸人や処方において優れた。 疑量を持った女性がいた。また、当時の電気小説や投資によれば、多くの女性が自発的な愛情を持ち、それを世間に肯定的に受け止められ、時には親に許され、夫ですら強く責めないことがあったことがわかる。恋愛において、男性は才能を重んじられ、女性は要望を重んじられた。当代は、道徳から言えば推奨されていたとはいえ、 不特に基づいた行動をした、列女伝に名を連ねる女性の数は少なく、絶賛されるほどではなかった。庶民層には、家事を行わず、礼節を守らない女性もあり、官僚にも共済家と言われる夫も多かった。姑と嫁の関係も、一方的に姑が強いものではなく、家庭内礼節は守られないことが多かった。未婚の女性が男性と交際し、 諸女ではなくなったり、富裕層の既婚女性が愛人を交わることもよく見られ、低層関念は強くなかった。中東以降は、儒教による礼節が厳しくなり、このような女性による行動の事例はあまり見られなくなった。また、特層時代に創始のご姉妹によって女論語が表される。女論語は読みやすく。 夫に対する服従とともに、女性の家庭において果たす積極的な役割を説くという面も存在した。女性の教育は、歯科や処法、礼法、還元などの音楽、裁縫と旗織などに行われ、階層によって重点が異なっていた。氏族では7歳前後から書を勉強し、経典を読んだ。商人や武官、庶民の家でも、書を知る女性は少なくはなかった。 書を読むことにより、霊法を学ぶことに重きを置かれ、歯科については、氏族の女性が身につけることは肯定されなかったため、霊法にゆるい氏族の家や、庶民や、義女の女性が勉学された。識字できる女性の層は、全体的に広がっていた。音楽は、官僚や氏族、一部の庶民の家では、広く学ばれ、楽器や歌を習得する女性が多かった。裁縫は、 多くの階層で学ばれ、庶民階級では裁縫と旗折りが家庭教育の中心であった。女性の教育はその母親が言った。女性には様々な家事労働があり、その主要な役割を果たしていた。一般管理や庶民の家では女性が家事や育児、料理を行ったが、最も主要な家事が針仕事であった。針仕事によって作られた布で衣服を自給し、 兵役の男性に軍服を与え、税である、布類を収め、生計を助けた。夫の仕事を手伝うこともあった。男子の幼少期や、女子の教育も行い、父母衆と中止めや夫の世話もした。結婚について、律では、一夫一妻制をとっていたが、多少は認められていた。夫と先人の結婚は許されず、士族と庶民の差も厳格なものではなかったが、 厳前として存在した。女性の婚期は13歳から18歳まで、だいたい15歳前後であった。結婚は、親の命令で行われたが、親が娘に夫を選ぶことを許すこともあった。結婚において、男性は家柄、財産、分彩が重視され、女性は要望、家の財産が重んじられた。結婚は六礼を経る過程で、結納や持参金が必要であった。 金家の女性が婚姻できず、高齢の男性と若年の女性の婚姻がなされるという問題も生まれた。夫が妻の実家で婚礼を行い、妻が夫の実家に赴かず、夫が入り婿となることも多く、妻は家庭の中で比較的高い位置にいた。結婚後も妻の実家である妻族が妻の強い力となり、夫に圧力を与えることもあった。 婚姻を行っているにもかかわらず、女性が夫以外の男性と自由な性愛関係が行われ、道徳的に強い批判がなされないこともあった。上層階級の妻は、出産と育児、家政、裁縫、旗折り、料理などの家事、夫の業務や社交の補佐などが社会機能として求められ、目かけには、家政の代わりに夫への快楽の提供などが要求された。 上層階級の妻には家全体を整え夫の感慨への評判と評価を高めることが期待された。夫の業務や社交の補佐については多大な貢献が行われたことが多くの記録でわかる。離婚や再婚の事例は多く、律によって夫が妻と離婚して良い場合として7でを犯した場合が定められている。七でには男子を産まないことや シュートシュート目によく使えないこと、嫉妬深いことなどが挙げられており、男性は英達して妻を変えることがしばしば見られた。ただし、当代の特徴として、夫婦における競技離婚や妻から積極的に離婚を要求することも認められていた。また、女性の再婚もむしろ推奨されていた。皇帝の娘である皇子は、夫が死去した後、多くが再婚しており、 特別なものではなかった。当代では南北朝時代から続く上層階級の妻が夫の女性関係への激しい嫉妬を示す徒歩の事例が多いのも特徴である。背景には北方民族における母系制度の影響、礼節道徳が弱かったことと多少制度と制裁の立場が曖昧であったことがあると考えられる。嫉妬深いことは 夫が離縁する、七部の一つに挙げられているが、徒夫たちは夫へ激しい嫉妬を示し、夫に激しい怒りをあらわにし、夫の寵愛する妾や女を傷つけ、殺すなどの行為を行った。次第に、多少精度が定着していったため、徒夫の勢いは弱まっていった。立場では、女性の権利は男性に比べれば、かなりの制限があった。女性は、財産の相続権を許さず、 と、ぜの時のみ、相続権が与えられた。妻が、夫の元を勝手に去った場合は罰せられ、夫婦の暴力は、妻が起こした場合の方が重かった。また、戦乱の時には、多くの女性が、殺戮や、略奪の対象となった。その一方で、母親は子に従うことを推奨されることはなく、うやまい、奉公するべき対象とみなされていた。年授業人は、 東大では、資料も増え、政府の儀礼だけでなく、都市における行事の詳細もわかるようになっている。行事の中でも、立春から当時までの発説と準備が重要視された。東大の年中行事は、国家の安泰や農作物の豊穣や、無病息災、神々や祖先との交流し、社会的共同性を更新する機会であり、宗教的呪術の場でもあった。 元会は元旦に都である長安の大局宮もしくは大民宮で皇帝が行う長賀である。元会には各国の使者や百官が集まり、式典を行った。百官は元旦と前後3日間合計7日間休み、元会の儀式が終わると、残る3日新春の訪れを家族と祝った。正月には竹を燃やし、爆竹が鳴らされ、悪霊を追い払った。 また、塗装酒を飲み、健康を祝い、ニカワキバトウという水飴を舐めた。人術説は、正月7日に行われた行事である。祝宴が宮廷で行われ、百貫に、魔除けの人形の切り絵である、人勝ちが配られる。この日、七種の野草を使う厚物が作られた。上限物資は、正月15日の前後3日間続く、灯籠祭りであり、 現象説とも呼ばれ、仏教の影響もあって、最も盛んとなった祭りである。上元説の期間中は、夜行の金が解かれ、都市、田舎を問わず、家ごとに灯籠をかけ連ね、着飾った大勢の見物人が、夜通し活動する。大都市では、灯籠を無数に連ねた明かり樹、明かり林、山田などというものが飾られ、都市内各地で見物することができた。上限説の灯籠は、 幻想期に流星を迎え、その盛大さは多くの投資に謳われている。長安では皇帝も幻想節を楽しみ、雑踏は非常に激しいもので、落とし物も朝には支柱にあちこちに転がったと伝えられる。また、昼間は抜け川が行われた。長安以外では、洛陽洋州、両州でも大規模な祭りが開かれた。幻想期の一時期は2月に開かれていた。 元無春の縁は、早春の野に、春の風景を探す行事である。早休日は、1月最終日で、貧乏神を送り出す行事である。寒食節は、2月末に、1日中冷たいものを食べる。前後3日間、火を焚くこと、夜間に明かりをつけることを禁じられた。生命節は、3月1日に寒食節が終わると、 一続きで行われる、家で進化を起こし始める行事である。上施設は、3月3日に行われる川や池の水で、体を洗う行事である、払い刑が行われる。長安付近では、極光池や伊水で行った。全体的に交絡のような意味合いを持った行事で、景色を楽しんだり、宴会が開かれたりした。単語説は、5月5日に悪気を防ぐため、 もぐさ人形を戸口にかけ、もぐさの虎を頭にかぶる行事である。ちまき講歌で流線系統を行うこともあった。宮廷でも衣服やちまきが貸しされた。部屋に飾る正規の絵は、東大から始まっている。月節は、百貫は三日間の休みが与えられる。七夕は、七月七日に、年に一度、食女性と兼牛性が合う日である。書という類や、 書籍の虫干しが行われ、夜に海イやウリを食べ、竹を立てて二つの星を祭る。針穴に色糸を通して、織物の上達を祈る、気候説でもある。天朝説は、8月5日の元祖の誕生日を、国慶節としたことによる。宮廷では演席を行い、京喜び風の広場で、元祖の下で、宮廷楽団の音楽や大規模な舞踊、出し物や曲芸、軽技、 手品などの百儀が行われた。全国の時間でも盛大な儀式が行われ、農民も天神を祀るという行事に組み入れられた。中秋節は8月15日に中秋の名月を眺める日であり、この日の満月が最も美しい月とされた。果物などを食べながら月見を行った。東大の半ばに始まり、万島には定着した。朝陽節は 9月9日に、人々が高い丘や、功労の高所に登校し、朱油の枝や、菊の花を紙に刺し、その実を入れた袋を肘に下げ、菊酒を飲み邪気を払う行事である。翌日の9月10日が象朝洋で主演が開かれた。当時節は、11月15日に、皇帝が長賀を行う前に天に祭り、天下太平、五国豊穣を祈り、式典が催される。 元旦と共に重視され、官僚は7日間の休日を与えられた。民間でも、配布湯として、祝い、ご馳走をする。この前夜は、イタリジョヤと言われ、徹夜して、夜明けを迎える。浪費は、浄土日の12月8日に、主演などを行って祝う行事。宮中でも宴会が開かれる。女優は、12月29日か30日の一年の、最終日。 夜の除夜に新しい年を迎えるため酒を飲んで徹夜する。宮廷では大名の儀式が行われた。狩猟が盛んで遊牧民族の文化の影響を持つよく、当の皇帝は狩猟を好む者が多かった。そのため皇族や貴族は大勢を率いて狩猟に出かけた。皇帝の狩猟には救助も同行し、 女性のみの集団で狩猟を行うこともあった。鷹狩りのための鷹を取り、飼育する技術は大いに向上していた。ポロは、打球儀と呼ばれ、中国では、東大から行われた。皇帝、貴族、文官、武官、女性までが行い、楽しんでいた。皇帝では、元宋は、新能時代から長寺、戦争、起層は、皇帝の時に楽しんでいる。 唐とト,ト,トバントでチームが組まれ勝負することもあった。宮中の庭では、傘場が作られ、貴族や官僚は、邸宅の庭に、ポロの傘場を持つ者もいて、地方都市にも地方官が管理のもとに、傘場が作られた。女性はロバに乗ったり、徒歩で行うことが多かった。ポロは春によく行われ、軍人にも好まれ、優れた儀芸を誇る者あった。蹴鞠は、 打球とも呼ばれ、古来から行われ、地面を浅く掘らずに、兵で囲まれた、専用の傘場が作られた。春にしばしば遊ばれ、二人で遊ぶ者を、白だ、貝として行う者を、陰者と呼んだ。儀女にも優れた技量を持つ者がいた。綱引きは抜け川と呼ばれ、古来から伝わり、主に正月十五日の上元節に行事として、 行われたが、後に期日を定めず競技として行われるようになった。綱に直接手をかけるのでなく、小さい綱を大きな綱に結んで引き、勝敗を決めた。宮廷で、交換や救助が加わって行うこともあった。幻想時代にしばしば行われ、長安では千人以上が集まって競うこともあった。ブランコは、女性や子供に好まれ。 髪飾りが落ちるほどの高さを競って遊んだ。宮中には、ブランコが作られ、救助が遊ぶ風景を見て、幻想は空を飛ぶ仙人になぞらえて、反戦セと名付けた。これは民間にも伝わり、反戦セと呼ばれるようになった。確定は、相撲、相撲とも呼ばれる、格闘技である。古来から伝わり、東大でも、軍人の間などで、見物客の前で行われ、 宮中にも皇帝に仕える名手がいて、何百人の弟子を持つ者もいた。確定は、猿学に含まれ、見せ物の娯楽にもなった。交友は、当世とも呼ばれ、現在のピクニックに似た、男女を問わず主に春の季節に行う屋外における、運動である。長安の周りが盛んで、化粧地や郊外に出て、遊園を開いた。当もぐさは、主に少女たちによって、 草や花を取り、珍しさものの種類の優越を競う遊びである。東大に盛んとなった。補正右は、夏にセミを取る遊びである。東大では、セミを売る人が現れ、女性や子供は買い、戸口や窓に釣り、鳴き声を競った。統計は、古来より行われ、東大で盛んであった。幻想は、鳥年生まれであり、統計を好み、 皇族や貴族には財産を潰すほど力を入れるものも存在し、庶民はおもちゃの鳥で我慢した。糖質は秋に宮中の女性たちがコオロギを買い、枕元に置いて鳴き声を聞くもので後に庶民に伝わった。長安で流行し、糖質として掛けごとにまで発展するに至った。糖化は歌を歌い、その優劣を比べるものである。 長安にある東市と西市の代表で優劣を比べることがあった。東高は周辺の山や丘の高所に登り、天を仰ぎ、地を眺めるものである。天に近づくことで天の世紀を受け取り、心身の精神を図ることを目的としていたが、次第に、ただ考えにふけるために行われるようになった。以後は、隋代から十九路盤が用いられ、現代に似た打ち方であった。 当代、囲碁は、特に盛んであり、囲碁は文人たちに好まれ、女性にも打つ者がいた。713年の幻想期に、木待症制度が創設され、皇帝に召し出される囲碁の名人が指定され、白木や日本の名人と打つこともあった。幻想自身も、碁を好み、日本人の弁生と打ったという話や、寄付も残っている。囲碁は、 民間や辺境でも広く遊ばれ、五番や五石には貴重な素材を用いられることもあった。臓器も当代には打たれ、駒には小、小馬、車、像、卒、砲などがあった。すでに、現在のシャンチーに近いルールになっていた。玉木は、貴族や、文人の間で遊ばれた。中央と四隅が高くなった盤を用い、交互に石を引き、 相手の石に当てた数を競うもので詳細な内容は分からなくなっている。東松まで遊ばれた。広氏や総陸はサイコロやバン、コマを用いて遊ばれ、掛け事などに用いられた。詳細な内容は分からなくなっている。東大は酒の禁令がなかったため、酒造業が急速に発展した。酒の種類は増加し、紅麹の酒など甘い酒が中心であり、また、 好まれた。多くの詩人が飲酒をテーマに、監視で歌った。酒の中でもブドウ酒は、交渉国を制圧したことで、ブドウと醸造技術が伝えられ、ブドウ酒の味が向上し、広まっていった。ブドウ酒は、暮れないのものと、白のものが、すでに存在していた。ブドウ酒は、清涼集産が最高級のものとして知られていた。また、果実酒も存在した。酒好きは、 木製、陶磁器は主流であったが、高級なものに、白玉製やガラス製があった。当時の主演は、食事が終わって酒を飲んだ。主演は、午後に始まり、日暮れに終わり、夜に主演を行うと照明に、多額の費用がかかった。相手に酒を勧めるときは、酒好きに酒を組んで進めた。順次に一人ずつ酒好きから酒を飲み、一斉に飲むことはなかった。また、 主演の時に音楽が奏でられ、歌が歌われることがあった。歌舞は、学人や儀女たちだけでなく、主人や客から行われることもあった。冬の季節には、遊牧民族が行うゲルを、邸宅の庭に設置し、中に炉を置いて、主演を行う風習も存在した。主演の時に行われる、様々な遊戯は、酒礼と呼ばれた。酒礼の遊戯は、 文学的なもの多かった。参加者は20名程度を標準とし、主人の他に酒を管理する、冥府、主演を運営する2名の、6字が定められた。遊戯には、壺に矢を入れて、数を競う、投げ壺、二組に分かれて、相手の組の内背に物を持った人物を当てる、くらばり、ボンで物を隠して、何が入っているかを当てる、石風があった。いずれも負けた場合には、 伐杯が課された。東大には、指順子という片手を挙げた個人の人形を回し、倒れた人形の指が示した人物が伐杯を飲むという遊戯が生まれた。また、祭礼というサイコロを使った遊戯もあった。複雑なものとして、律令という古典を利用した遊戯があり、その中には、筒の中に入れたくじを引き、そこにある古典を模した言葉により、伐杯の相手を決める。 酒くじや古典の知識を競い合うものがあった。また、著事例というで即興で詩を作り、曲をつけるものがあった。茶の普及は東代になって行われた。南北朝時代までは南方における習慣であったが、統一王朝である唐が安定したため、物流が確立し、北方にも流通した。また、あと、朝時代から、禅宗の寺において、禅修行のため、 眠気覚ましに覚醒作用のある茶を飲むことが許されたため、在家の仏で子たちの間で飲まれており、北方にも次第に普及した。正当になり、茶の普及が広がっていく中で、陸が上層階層向けに、史上初めての茶の専門書である茶行を書き、喫茶を規範化する動きが行われた。それ以前は、茶には、生姜や、みかんの皮、木、シソなどを入れ、 飲んでいたが、茶業では、茶が持つ真の味を損なうとして、新たな喫茶や、茶の入り方を進めている。そのため、文人や、官僚の間で喫茶の形式化が進むことになり、茶道という言葉も生まれた。茶は、皇族や貴族、官僚に浸透し、風習にまでなった。旧世紀になり、茶は、他という字で表されていたが、他は、苦名の意味も含むことから、 独立して、茶という字で表されることになった。茶は南方で取り、北方では固められ、餅茶として運ばれた。飲むときは粉にして抹茶の形にして飲んだ。次第に北方でも茶を生産するようになる。北方の随所に茶を売る店や茶店が生まれ、飲まれるようになった。茶には塩や生姜を入れる風習は続いた。餅茶だけでなく、三茶も存在した。 万頭には、天茶が生まれた。また、当代には、禅州の寺だけでなく、寺全般に茶を普及し、禅州では、喫茶は、宗教儀礼の中に、茶礼として組み入れられていった。寺院では需要に応じて、茶園が作られていた。餅茶は、茶の主流もあり、保存、運搬ともに優れ、貝骨に好まれ、茶箱液が行われ、日本にも伝来した。茶の生産、 消費の増大とともに、780年には、茶税が始まり、課税され、当政府の重要な財源となった。835年に、すべて官営サインで独占しようとする動きがあったが、猛烈な反対にあい、中止となっている。猿学は、百儀とも呼ばれる民間で行われる、様々な娯楽のための儀芸の総称である。次第に、再儀の儀芸が取り入れられるようになり、 政党では、宮廷でも、左右共謀によって管轄された。猿楽は、民間の音楽や角廷など武術、芝居も含まれるが、主流は、曲芸や現術であった。内容は、監獄、縄木、舞葉、戸辺丸、老剣、金刀、玉木、馬木、鈍刀、とか、舞剣、食売、品詰め、番、舞、廃番舞などがあった。監獄は、 当代には特に盛んであった。高い竿を頭に乗せて動く、あるいは他のものが頭に乗った状態の竿に登る儀礼であった。登る人の軽技も金とや逆立ちを組み合わせた。竿の上に物を乗せることもあった。縄木は綱渡りのことであり、音楽に合わせて高下駄を履いた女性が縄の上でお互いに交差するもの。 調査を足に結んで渡る者、渡る者の肩の上に二人が乗る者など、変化の多かった。馬木は、凶暴にいる、内人の女性によって行われ、鎧を着て、馬に乗り、弓をいて、刀剣を扱う者で、馬上で様々な儀芸を行い、多数で様々な人を形作った。滑稽劇は、従来からの舞踏劇に加え、当代には、三軍儀という滑稽な演劇が流行した。 三群儀は、動作やセリフに加えて、音楽や歌舞もあり、女優もいた。三群儀を得意とする者は、宮廷のみならず、民間にもいた。また、東洋娘という、歩きながら歌う滑稽な歌舞劇も生まれた。舞踏劇では、大面儀という乱両王を題材にとったものがよく、行われた。人形劇は、東大には盛んであり、人形は、区仏師、人形劇は、 傀来儀と呼ばれた。糸で関節が動く、木彫りの人形を操って動かすもので、成功な人形が巧みに動かされて、演劇が行われたと伝えられる。格好というハゲ頭の滑稽劇が人気であった。猿楽は、宮廷だけではなく、皇族や貴族の邸宅で行われた。また、長安には、大寺恩寺、清流寺。 大御も福寺、長都市寺などの寺の境内や門前に、儀場が置かれ、猿楽が演じられた。安史の乱以後は、猿楽も、各地の節度史のもとや、地方の州で行われるようになった。ボタンは、当時の世界で、最も柿園芸が盛んであった塔において、代表となる花であった。ボタンは、武則天によって、郷里の大原から長安に移植され、落葉に遷都した時に移され、 次第に全国に伝わったとされる。また、不足点が古来からの名である希釈薬からボタンに改名したとも伝えられる。ボタンはまた、吹き花とも呼ばれ、百花王とも歌われた。幻想時代にボタンは爆発的に流行し、当代の終わりまで流行は絶えなかった。幻想は、京喜び宮の人工堤に植えられたボタンを、ヤギヒと共に鑑賞することを好み、 稼ぐにも植えていた。文層も、ボタンを好み、中東以降では、漢詩の、花は、ボタンを刺した。長安では、ボタンの盛んな時期には、人々がボタンを求めて、20日間ほど、長安中の名所を、シャバや徒歩で行き来した。また、毎年3月5日にボタンを陳列し、町の人を招いて、見栄えの良さが競われた。長安の人々は、 ボタンのために共本して金を惜しまず、珍ンなボタンは、数万千をすることもあった。ボタンの花で知られた官僚や、武将の屋敷も存在し、破産するものもあったと伝えられる。そのために、演芸業が繁盛した。長安のボタンの名所は、ジオン寺、西明寺、スー寺などが知られていた。ジオン寺のボタンは場所によって、長安で一番初めに先、また、 最後に咲いたと伝えられる。西明寺は、牡丹の時期には、寺の一部が解放され、東大を通じて最もよく知られていた。館長でもボタンが植えられ、名所になることもあった。そうじて、紫色、紅色のボタンが好まれ、後に、木ボタンが現れ、白いボタンは、人気が薄かったとされる。東大は、西域のものを中心とした異国の文物が好まれ、 政党の長安、落葉において特に盛んであった。長安では、貴族から、庶民から、ペルシア、インド、ソグド、突血の絵や飾りがつけられた、工芸品が使われた。ペルシア語や突血語の言語や文字を学ぶ者もいた。西域や突血の影響を受けた、衣類、食事に加え、天幕などの住居も流行した。音楽や、舞踊も、西域のものが愛好された。 画家による異国人や異国の神々を題材に描いたものが多数存在し壁画に残っている。塑像でも異国人をモデルにしたものが作られ、仏像も異国の影響が強いものが作成された。百儀の一部となる曲芸や現実も伝来した。また多くの投資で異国人や異国の動物が題材として歌われた。中東以降は異国品は 身近なものではなくなっていったが、異国を題材とした文学がより盛んとなった。理画、土木などが投資に用い、多くの電気小説が書かれた。唐は比較的、個人と呼ばれる異国人に寛容であったため、当代では個人が各地に居住していた。個人は、長安、落陽、甲州、揚州などの商業取引が盛んな大都市や市場がある。 中都市に集まっていた。個人は、西域から来た、グ国人、北方の特欠人や海骨人が、特に多かった。個人は、東大以前に、中国西北部に集落を作り、唐の建国後移住する者が多かった。彼らは、商人だけでなく、宗教家、画家や学士、工芸家、曲芸師などがいた。個人は、居住区を区別され、 都市の個人居住地においては、それぞれの長が選ばれ、紛争は自国の法律で裁くことが定められ、他国同士の紛争は党の法律で裁かれた。個人は党で死んだ場合、妻子がいなければ、財産は国の所有になった。また、党の女性を最小にした場合は、連れ帰ることは許されなかった。個人の商業に対する規制は強く、徴工や、 関税の形をとって、商品を一部差し出す必要があることが多かった。さらに、交易を行う商品は制限された上で、大きな市で販売をしなくてはいけなかった。また、輸出品も大きく制限された。それであっても、個人の商人は成功する者が、大勢いた。彼らは、利益を得るため、各地に赴いて、小取引を行い、 大金で交易する者も,も数多かった。また、長安には、屋敷店を開いていた、ペルシャ人もいた。長安を中心とした、高級な酒場である規定や首楼では、古希と呼ばれる若い、ソグド人の白色人種の女性が働いていた。彼女らの中では、歌や、古鮮舞などの踊りに弔じる者も,も多かった。初頭や政党では、 節度師などの党政府の要職に就くことが多かったが、中東以降は、服装や結婚、不動産所有が規制されることが増え、党全体として、排外主義の思想が強くなった。宗教としては、長安には、ゾロアスター教、マニ教、ネストリウス派キリスト教、密教の寺院が混流され、旧世紀の武装の宗教弾圧までは、様々な宗教が混在していた。 安子の乱後の客度と呼ばれる農業人口移動の増大や都市の発展とともに東大後半に大きな存在になったのがブライである。遊民層に最も目立つ存在で、制御につかず規範や道徳を嫌って衝突する人間たちがブライと呼ばれた。ブライはまた、博打を好んだため、バクトと呼ばれ、暴力を誇り、都市の市場を主な活動範囲としていた。 彼らは、出身階層にかかわらず、個人の資質によって存在した。若者が多かったため、悪少年、軽薄少年とも呼ばれた。部来となり、家族や故郷と、別離して都市に流れてくる者も,も多く、長安に客小坊というスラム街を作っていた。彼らが治安を乱すことが多く、盗賊になることもあった。大室みきは、彼らの行動動機は、 性の過剰によるものであると評している。党政府は、部イを弾圧したが、不平成崩壊後は、部イが母兵の重要な供給源となり、罪を犯しても軍に逃げ込み、逃れる者が多く、ブライは、時代の五代十国時代にはさらに増加した。また、ブライの組織化も始まっていた。盗賊となったブライには、強盗の時に殺人を行い、食人するという習慣が生まれていた。 宿屋に絵を描き、仲間に連絡を行うということもなされていた。この時代、かつては、犯罪者の証であった入れ墨が流行し、部来の多くが入れ墨を行っていた。左右の腕には監視を掘ることが多く、全身に監視すべてを描くこともあった。背中に、美写門店や、全身くまなく、蛇などを掘る技術も存在し、入れ墨を掘ることを商売にしている者もいた。 姿勢は傷をつけて墨を入れるもの、針がついた印で押して墨をすり込むものがあり、様々な技術と工夫があった。遊興について、中東の李徳優は、ゴーキャン論において、さて、キャンは、おそらく非常の人である。己の身を人に委ねることを承諾するけれども、必ず石器を本とする。義はキャンでなければ立たず、キャンは義でなければならない。 気に任せて、義を知らない死は党と言うべきであると述べ、明確に有教を、義によって、盗賊を区分している。当代では、制御につかず、規範や道徳を嫌う部来と、同一化されることも多いが、部来の中で、義を、自身の基礎倫理として活動した者が、有教や教格、富裕層でも、有教と交わり、あるいは養う、勇教と似た行動を行ったものが、 ゴーキャンなどと呼ばれた。遊興は、制御につかず、規範や道徳を縛られずに反抗して、自分を得ることに快感を覚えた。当代の遊興は、古代の遊興と異なり、目立った異風の風体をし、入れ墨を行い、それを見せびらかすことを好んだ。また、陶芸、鷹や犬を使った狩猟、剣術、牙、射撃、爆地、飲酒、宴会、 儀女との交換などの遊戯を積極的に楽しみ、優れた技能を見せつけ、自分たちが他者と異なることに喜びを感じた。彼らは、失踪や軽技など優れた肉体的技能を持つ者が多かった。盗賊の仲間になり、犯罪を犯して他人から財産を奪う者も多く、御両などの土地に遊興が集まることもあった。剣況と呼ばれる剣を操る技能を誇り、 資格を兼ねる者もいた。資格は、非天野者の術と呼ばれ、遊興の優れた跳躍や失踪、軽技、剣術を示す記録が残っている。また、仇打ちなどを行う女キャンと呼ばれる女性の遊興も存在したことが、当時の豪キャン小説や李白の詩で散見される。ただ、他の部来と識別する点として、遊興が義教を行うことが挙げられる。彼らは、 義境心に基づき、弱者に味方し、強者に逆らった。具体的には、恩に報い仇を打ち、逃亡者を救い、役人に抵抗し、貧民や弱者を救うことなどを好んでいった。当代は、法律が整備され、役人を攻撃する事件は少なかったが、組織を作り、都市の交通や経済に幼少に縄張りを持つ、ーキャンと呼ばれる者もいて、 逃亡者を助けた記録が残っている。また、資格としても標的に義があると判断した時は暗殺を取りやめることがあった。遊興は様々な手段で生計を立てていた。その勇猛さや武術により、交換に招かれ、その資格や触覚になるものが多かった。また、遊興を好む豪族や豪商とつながって非合法な行為を含めた。 経済活動を行う者もいた。盗賊となり、民から略奪を行う者もいた。ただ、東大では、政府からの豪族の独立志向が薄くなり、政府から見れば違法な行為を含めた、自立のために遊興を招くことが減少した。しかし、安氏の乱後、地方の藩陳は独自の軍事力を発し、遊興や資格などを大勢招き、性的の暗殺などを行わせた。 遊興は、人興が流行していた随代を受け継ぎ、統建国の軍事における行進たちは、遊興出身の者が多く、体操も、若年時代は、好んで遊興の人と交流したことが伝えられる。政党時代になると、土地を捨て客土や盗賊となる者に、遊興が少なからず存在した。また、豪族や富豪、文人に遊興に似た行いをする者が多かった。長安には、 友教が多数存在し、恩義に報いる資格も多かったとされる。この時代に、李博は作品において、友教の生き方を絶賛している。安氏の乱後は、社会不安となり、友教の活動は増し、不法行為を行う者が増えた。その後は、平時が続いたが、反鎮勢力が友教を集め、資格により、党政府の要人が暗殺されるなど、資格が、 各地に現れるなど、遊興の存在は大きいものであり続けた。東末の反乱や戦乱において、再度、遊興の活動は活発となった。東大は特に遊興を称える死が多く、詩人たちが遊興たちに多大なる好意と尊敬を寄せていたことがわかる。偏教の軍事に志願して従軍する勇気が多数の詩人たちに称えられ、中東時代の遊興については、 多くの、ゴーキャン小説で記述されている。当時の遊興の筆記の記録者や電気小説の作者の姿勢は、盗賊に関する記述と違い、明らかにある、種の惨端や共感が伺える。なお、ゴーキャン小説における遊興たちの身体的能力の、イメージは、当時の猿楽の儀芸が影響しているという説もある。社合とは、富裕層のうち、税を尽くして、 財力を堅持する者を指した。彼らの多くは皇帝の側近であった。また、財力が豊かであり、税を尽くした上で、司法から客を招く者が巨豪と呼ばれていた。彼らのうち、役人や家居受験生らを援助する者があり、彼らは朝廷影響力を持っていた。東代の説話に残る階段に出てくる代表的な獣が虎と狐である。虎は、 農村部では身近にいる人間を食べる、危険な猛獣として恐れられ、旅人や農民が襲われ、人々と敵対する事例が多数あった。有用雑草によると、虎が交尾すると、月に傘がかかる。虎が人間を殺すと、死体を立ち上がらせ衣を溶かせてから食べる。夜、見るとき、一つの目から光を放ち、もう一つの目でものを見るとされる。また、 別説では四つ指を天虎、五つ指を人庫と呼ぶという。当代の説話では、中島敦史の小説、三月期のモデルになった理長のように、人が突如変身して、心身ともに虎に化す者。虎の皮を着て、虎に変身してしまう者。木という、食した人間の霊を家来として、虎が操る者。人が虎の皮を着て、虎として、 使命を果たしているというもの、さらに虎に襲われた話や、虎狩りの話など、多様の説話が残されている。そうじて、虎と人との精神の違いの表現、虎の皮に大きな意味を持たせていることが多く、虎は神秘的で霊的な生き物として、畏形を払われていた。狐は、古来より強い力のある霊獣とされ、人に変化し、地里の外を知り、 富で人の知覚を失わせ、千年生きれば、天庫となるとされてきた。初頭では、農村では、狐の信仰が盛んで、家屋で祀って祈り、飲食物を人間と同じものを与え、狐身がなくては、村は成り立たぬということわざがあり、民間信仰では、天庫が特に重視されていた。有用雑草によると、狐は、紫狐と呼ばれ、夜、尾を叩くと火を出す。 毒ロを頭に乗せて北斗に礼をして、毒ロが頭から落ちなければ人間に変身する。天子は九尾金色で陰妙に凍結するとされる。当代の説話では、天子は大きな力を持ち、人をきつねで操り、波の同士や神よりはるかに強いが、力の強い同士や仙人、神には劣るとされることが多い。また、人間に、 積極的に害をなすよりも、人に、化け、人間に婚姻を求めたり、婚姻を結んだ人間を援助を行う傾向にある。天古は、民間信仰の神と妖怪の境界にいた存在とされる。唐の最大領域は、高層期の7世紀半ばで、直接統治地域は、東西が、朝鮮北部から、天山山脈のオアシス地帯まで、南北は外、モンゴルから、 ベトナム中部までの領域である。しかし、周辺区域でも異民族を支配する、間接支配をとっている。党の異民族支配は、厳支配と呼ばれる。この政策は、作法とは異なり、その異民族の支配地に、党の地方制度の一単位である、都督府、厳州を設置し、党の管制に組み込まれた長官に異民族の長を任命して、自治権を認めるものである。 完全な直接支配と作法の間にあるが直接支配に近い。と徳府、厳州の上に立って管轄するのが、都語府であり、辺境に六の徒語府が置かれた。政党までの党は、外国の文化に対して寛容であり、高栗の高専士、九だの黒初音の、日本人の安倍中丸や、雑古の安六山のように外国人が、政府の感触を受けて活躍していた。 全く外国人に対する差別がなかったわけではないが、東大は歴代でも極めてその傾向が低いと言える。安氏の乱以降は、都語府による辺境経営が縮小し、党の移民族政策は一気に緩んだ。このため党は辺境へ、半鎮の配置を進め、厳しい配を改めていったが、土番により、党の西北国境は不安定となる。九世紀には、ウイグルや、 一晩も衰退に向かうが、唐にはもはや周辺諸国に干渉する力は残っていなかった。また、唐の衰退は東方の諸国においても動揺を与え、唐の滅亡から30年経たないうちに、渤海、白木が相次いで滅亡することになる。6世紀に巨大帝国を築いた特決は、隋の時代に東西に分裂していたが、それでも、なお巨大な力を有しており、 当建国時に、突決から兵を借りているようにこの時期には明らかに、突決の力の方が上であった。体操即位の626年には、長安のすぐそばまで迫られて、和役を結んでいる。しかしその後の上岸の地により唐は、急速に国力を拡大し、630年には、突決から独立した鉄六と攻撃して、東、突決を滅ぼして、厳しい牌に組み込み、 アン・キタトゴフ、ゼンウトゴフを設置した。体操は鉄六をはじめとする諸部族から、天下岩の称号を受けている。河岩はハーン、すなわち遊牧民世界の最高君主を意味する称号であり、唐は中華帝国の王者であるとともに、草原の河岩でもあった。これは、当時の唐帝国が帯びていた遊牧民的世界性を如実に示している。しかしその後も、 特決の残部はその後もたびたび、唐に対して反抗し、682年に再び、独立して特決第二帝国と呼ばれる国を建て、モンゴル高原において、再び自立した。しかし特決は745年に、ウイグルを中心とした、部族連合に攻められて滅び、ウイグルが特決に代わって、中央アジアから北アジアにかけて広がる遊牧国家を建設する。 ウイグルは党に壊れて、安氏の乱に援軍を送って以来党に圧力をかけ続け、また高原経由の東西攻撃を中継して、武力を背景に有利な取引を行い、中国の富を吸い上げて、政教を極めた。しかし8世紀に、キルギスの攻撃により、ウイグル国家が倒壊してから後は高原を統一する、勢力は消滅する。党は640年に、 交渉国を滅ぼしたのをはじめとして、シルクロード沿いのオアシス国家を服属させて、安政トゴ府を設置し、再域経営を行った。また635年に、青海のトヨクコ根を支配下に置き、チベット高原のトバンも服属させた。しかしトバンに対する支配は強力なものではなく、トバンはたびたび塔の領内に侵攻し、それに対して、塔から、 皇帝の娘と称する女性を、バン公師として嫁がせるなどして、怪獣に努めた。党の再域経営は8世紀前半には、天山山脈、パミール高原院生のトランスオクシアナにまで及ぶが、751年のタラスカ藩の戦いで敗戦したことによって頓挫し、中央アジアの支配権は、イスラム帝国に譲ることになる。なお、この戦いの捕虜により、 聖死法が、生法に伝わった。さらに安氏の乱が起こると、都番は、安氏の乱の混乱に乗じて一時期長安を占拠した。長安からはすぐに撤退したものの干渉は、都番の領域に入り、シルクロードは、都番の手に入った。その後の787年には安在、北帝の、領都五府が、都番に陥落させられ、唐の西域経営は終わる。土番は、 唐の正方防備を大いに悩ませたが、ウイグルら周辺諸国が次々に唐との共存策に移ったことから唐との紛争を続けられなくなり、822年に唐とは墨した。さらに9世紀にはトバンも国内の争いから衰退し、天山ウイグル王国や関州ウイグル、タングートなどの新勢力の勃興を許した。唐の再域経営交代後もこれらによる、 中継貿易による内陸の東西貿易路は維持され、依然として、盛況を示した。さらに8世紀以降は、インド洋、南シナ海を通じて、西アジアの商人と東の商人が直接取引する、南海貿易が次第に盛んになり、数多くのアラブ人やペルシア人のムスリム商人が、甲州に来航した。随以来、 中国の王朝と敵対関係にあった東の高栗に対しては、大層、高層期に、計5回の遠征軍を送るも、決定的な打撃は与えられなかったが、白木と連合して660年にまず南の九ダラを滅ぼし、668年には、最終的に高栗を滅ぼすことに成功、平壌に安藤と五府を設置する。その後、続国の白木が、 半島にあった、党の有神と護府他各地の行政機関を襲撃した、結果、安藤と護府は、両島半島にまで交代せざるを得なくなり、朝鮮半島では統一白木が誕生する。白木は、その後、党から許されて、作法を受け長広国となった。同じ頃、東北地方ではこの地方に移住させられていた吉ンが、 反乱を起こした混乱に乗じて、高栗の移民と俗末末活が中心となり、新国を建て、唐から独立した。やがて、渤海王、大武芸は、国水末活の支配をめぐって、唐と対立し、唐は733年には水軍を送って、三島半島の党州を一時占領したが、間もなく降和して、渤海軍王に作法し、厳し支配下へ組み込んだ。 ボッカイとシラギは、お互いを、仮想的国とみなし、日本を巻き込んで、外交戦を繰り広げたが、党の時代を通じて、それぞれが党への兆候を続け、東方は党にとって比較的安定した領域であった。この方面の情勢が、比較的安定していたためか、マッカツスよりも、さらに東方に住まうる帰国からも、徴工施設が訪れている。南越の滅亡以来、 長い間支配下にあったベトナムには、安南とゴフを置いていたが、安氏の乱で、党が衰えて、以降は、バ番の名下にいた、雲南の南昌が勢力を拡大、四川の生徒付近まで進出し、829年に生徒を略奪した。また南昌は、党と安南とゴフの争奪戦を繰り広げた。日本からは、大宋の時代から散発的な剣士があったが、 唐が660年に日本の同盟国である朝鮮半島のクダラを白木と結んで滅ぼすと敵対関係となった。さらに663年、唐、白木の連合軍はクダラの残党と日本の援軍を白きの絵の戦いで打ち破る。しかしこの戦いは結局日本へこれ以上の大陸への政治的接触を断念させることになり、やがて検討士による。 平和的通行が再開された。剣闘士は合計16度にわたって日本から唐へ派遣され、先進の唐文化を吸収した。唐の国語は日本において中国の代名詞のように使われるようになり、大陸を意味する日本語のから、こしなどの言葉に唐の字が当てられて使われた。唐の文化の日本への影響は現在でもあちこちに残っており、 天平文化や国風文化に、その影響は、色濃い。東昇大寺や高野山根坊寺など、東出身者や、東で学んだ人々が建てた寺院も残っている。日本人の間では、官職、人名を東名で呼ぶことも流行し、江戸時代に至るまで、織田婦、豊か太鼓、本田中書、物空、水戸黄門などの古障が、資料に品質している。旧世紀になると、 当政府の衰えと民間公益の発展から日本が国家事業として検討士を送る意義を失っていった。894年、菅原道真の権威により検討士は停止された。その後、明の時代まで長らく中国の王朝と日本の間に国家レベルの正式の通行はなかった。当の経図、ありがとうございます。